デスマーチから始まる異世界競争曲始めます !10 の31魔人役サトゥーです変装というと有名な怪盗物の主人公が得意にしていたのを思い出します顎の辺りから偽物の顔をベロリと剥ぎ取る仕草は多くの日本人が覚えているのではないでしょうか彼は軽々と使い捨てにしていましたが実際に用意するとなるとなかなか大変な手間が必要になるようですさて 犯人を見つけよう。マップを開いて検索する。検索対象は魔人薬だ。発見箇所は3箇所。最初の2箇所は1本ずつ、どちらも探索者が所持しているようだ。最後の1箇所が本命だろう。そこには、100本近い魔人薬がストックされていた。そこは、先日、死者の晩餐会で出会ったばかりのソーケル教の屋敷だった。てっきり、デュケリ純断尺の屋敷がヒットするかと思ったのに意外だ。 ソーケル教の屋敷を詳細にチェックする。彼の屋敷うちの隠し部屋にストックされているのを確認した。その隠し部屋には、調合と練りなりスキルを持つ奴隷がいたので間違いないだろう。ソーケル教、および、その家臣や奴隷をすべてマーキングする。全部で20人か。そのうちの一人が下町で、何やら懲罰がいろいろとついた連中と一緒にいる。その連中は、ゴブリンの爪という名前の犯罪ギルドらしい。 60人ほどの王女隊なので、マーキングするとマップがうるさくなるので、頭目とレベル高めの3人だけをマーキングするだけに止めた。彼らが行うとすれば、証拠の隠滅や証人の暗殺だろう。ならば、危ないのは、地下牢に入れるルダマンをはじめとする、米族の幹部や中継役のベストたちだろう。ベストたちはともかく、迷宮内の作業に従事している運搬人たちや奴隷たちの安全は確保してやりたい。だが、こちらは、 早急に手を打たななくても大丈夫なはずだ。最初に迷宮に入った時に、米族たちの拠点を検索したが、かなり奥地に点在していた。そこを吸収できるほどの戦力を用意できるなら、直接ギルドを襲って商人たちを殲滅するだろう。ソーケル教の屋敷にいる錬金術師も危ないが、そう簡単には始末したりしないはずだ。魔人薬を作る重要なキーマンだし、早々買いが用意できるものではないだろう。さて、 犯人探しも終わったことだし、後始末は、ギルド長に任せようか。工作場に忍び込んだ時のように隠れ、形と潜伏を使い、ギルド長の部屋に侵入して、黒幕はソーケル橋という怪文書を残しておいた。念のため、ソーケル橋の屋敷の隠し部屋の場所と、別ソたちの潜伏先とのことも追記してある。用事を済ませた俺は、ルルを連れて、探索者ギルドを出た。ご主人様、どこに向かうんですか 屋敷に向かってくれ。夕刻までは、まだ2から3時間ある。工作夫人のところに顔を出す前にやっておきたいことがあるのだ。おかえりなさい、ましえ、ませ。おかえりなさい、ルル様。ただいま、頬に、キトナ。馬車が屋敷に近づくのが見えたのか、前提で、何か作業をしていた子供たちが出迎えに走ってきた。ルルは、玄関前で俺を下ろした後、御車台に上げたキトナに手綱を持たせて、奏者の練習が、 寺ら9に向かった。お帰りなさいませ、旦那様。ああ、ただいま。子供たちの様子はどうだいはい、寝込んでいた5人は力仕事以外なら問題ありません。ロジーとアニーは言葉遣いがまだまだですが、物覚えがいいですし、何よりやる気に満ちているので、思ったより早く、一人前の雑役夫になるでしょう。一時雇いのつもりだったが、このままミテルナ女子に預けて正式雇用でもいいかもしれない。 半月ほど様子を見て問題ないようなら、ミテルナ女子に相談してみよう。いくつかの報告を受けた後、俺は地下室に向かう。ミテルナ女子には、集中したいので、誰も近づけないようにと指示しておく。地下室の書斎には、清流紙や公家とで買った本が並んでいる。内容が重複している、初級の魔法書などだ。缶抜き状の扉の鍵を閉めて、スタの館舎へと転移する。夜には、スタの缶に転移で出かけると、当話で伝えておいた。 あれミサナリーヤ様はご一緒ではないのですかこぞ、サトゥーデン。ああ、ミーヤなら迷宮で頑張ってるよ。俺は工房を使いに来たんだ。暇そうなレリリルを従えて工房に向かう。人工皮膚とはまた奇妙なものを。ああ、ちょっと必要なんだよ。今回工房にやってきたのは変装セットを作るためだ。正体不明の仮面の人だと、どうしても正体を疑われてしまう。なので、 今回は、仮面の下につける偽物の顔を作ろうと考えたのだ。人は隠すから暴きたがると、偉い人も言っていた。人工皮膚は、トラザユーヤの資料に記載されていた。ホムンクルスの製法より古い資料に載っていたもので、子守用のリビングドールに使うために開発したものらしい。まず、培養液を調合する。世界中の樹液を水で100倍に希釈するだけなのですぐに用意できた。続いて、 人工皮膚の元になる体細胞を培養液に落とす。レリリルが手持ちぶさたっぽかったので、指先から血を一滴分けてもらった。培養層に接続された超上級者向けの練りなり台を操作する。資料に詳細な手順が書かれてあったので、実に簡単だ。急速培養でも30分ほどかかるので、並行して作業を進めよう。まずはカツラだ。白髪で目が隠れるくらいの長さにする。印象操作が目的なので、 前髪を一房だけ黒髪にしておいた。まだ時間があるので次は服と靴だ。ストレージから取り出した黒く染めたユリハ繊維の反物を取り出して衣装をあつらえあつらえる。上着はなで型にならないように肩パットを入れてみた。白地の手袋には少し悪乗りして手の甲の部分に青液ブルーに浸した緑絹の糸でゴススキき星を刺繍する。最後に袖なしのインバネスコートを用意して完成だ。 アリサが見たらよだれを流しそうな戦前の男子学生スタイルだ。帽子は用意したが、下駄までは悪乗りが過ぎるので、クジラ皮のスニーカーにしておいた。服を縫い終わる頃に、ようやく必要な面積の人工皮膚が出来上がった。今回は急ぐので、一枚だけで良いだろう。近いうちに、もう4から5枚作っておこう。今度は、この人工皮膚をベースに、特撮の特殊メイクに近い処理を施して、変装用のマスクを作成する。 別人の顔というのは難しいものだ。地球の有名人の顔をベースにマスクを作るとしよう。これを連想しないように若い外人タレントの顔を採用した。人工皮膚だけだと顔の骨格まではごまかせないので魔力を注ぐ量で伸縮する繊維と魔力を注ぐ量で硬化する繊維を作成してマスクに組み込む。どちらの繊維の材料もストレージにあふれるほど溜まっている素材の中にあるもので足りた。作業の間、レリ,リルが。 助手のように、作業台の用意をしたり、はぎれ素材や削りカスなんかを掃除したり、と海外しく手伝ってくれた。こうして作った変装マスクは、顔の輪郭や太り方まで変わる魔法道具になってしまった。ふと、この素材を利用したら体型までごまかせるんじゃないだろうかと、脳裏にひらめいた。いい考えかもしれない。もっとも、今は人工皮膚が足りないのですぐには着手できない。後ろ髪引かれる思いだが、 肉計画は後日に先送りしよう。リビングドールに付加したら、俺の影武者とかも作れそうだ。さて、完成した衣装と変装マスクで、ソーケル卿を一網打尽にしよう。状況の変化を確認するために、マップを開く。どうやら、俺が、のんきに工作に勤しんでいる間に、事態は急速に進行したようだ。襲撃を警戒してか、地下牢の米族たちは、幹部クラスを除いて、 迷級方面軍の地下牢に移送されていた。ベッソとその仲間は下町の裏路地にいる。二人とも怪我をしているようだ。トーミクレアボヤンスの魔法で監視したところ、ゴロつきっぽい連中に追いかけられていた。多分ゴブリンの爪の構成員だろう。他にも、ギルド職員風の男たちも、ベッソたちを追いかけている。そして、肝心のソーケル教の邸宅は、大使の衛兵たちが占拠していた。邸宅にギルド職員もいることから、 あの怪文書を見たギルド長が大使を焚きつけて兵を出させたようだ。それにしても証拠もなしに貴族の邸宅を吸収するとは思わなかった。暗躍スキルが優秀なのか、ギルド長のフットワークが軽いのか、魔人薬がやばすぎるのかのどれかだろう。邸宅内の家人や奴隷は全員玄関ホールに集められている。その中にソ総ケル卿はいない。マップ検索のマーカー一覧からソ総ケル卿をタップして現在位置を見る。 カレーの人と一緒に馬車で迷宮都市の外にいた。例の錬金術師さんもソーケル卿と一緒だ。北西に向かっていることから考えて炭鉱町あるいはそのまま北のエルエット講釈寮に逃げ込む気なのだろう。マップ街なので追手の有無を知るためにトーミクレアボヤンスの魔法で見てみた。5キロほど後方に大主の衛兵たちが牙で追いかけているので山道に逃げ込む前に捕まりそうだ。さて。 せっかく用意した変装セットだが、特に使う必要もなさそうだ。早期が抜けた時に、ルルから信号シグナルが来た。内容は、緊急事態発生だ。10の32魔人役、2、サトゥーです。嫉妬といえば、恋愛がまず思い浮かびます。でも、意外と、他者の成功への嫉妬も根深いようです。休養ができたので、屋敷の方に戻る。レリリル、悪いが、工房の後片付けを頼む。 はい、了解しましたサトゥー様。あれなんだろう、レリリルの様子が変な。小僧呼びどころか、様付けで俺を呼ぶなんて。キラキラした目で見送ってくれる、レリリルに手を振って、天意で戻った。そういえば、人工皮膚を作り終わった後暗いから、静かだった気がする。さて、様つごとは置いておいて、ルルの救援に行かねば。すぐにでも天意で戻りたいが、先に状況をチェックだ。まず、 マップで屋敷を確認する。屋敷には10人ほどの衛兵と2人の高レベルの騎士が来ている。全員、大衆の部下だ。謎だな。何の用だろう屋敷の地下室を、トーミクレアボヤンスの魔法で確認してから、転移で帰還する。どんどんと叩かれる地下室の扉を無視して、室務机の上にストレージから取り出したペンとインク、それから、数枚の紙を置く。さらに、食材とろうそくをも取り出して火をつけて、 執務机の上に置いた。最後に、印象の指輪も置いて準備完了だ。できれば、無駄に終わってくれよ。缶抜きを開けて扉を押し開け、気せを制して怒鳴りつける。やかましい。集中できないだろう。も、申し訳ありません。施策様には、魔人薬仕様の剣疑がかかっております。大使の交換まで出頭願います。俺が魔人役。話しながら地上に戻る。 どうやら、さえ若い俺たちのレベルが異常に高いので、俺たちが魔人薬を使用しているのではないかと疑われているそうだ。バカバカしい。効果に比べてリスクがでかすぎるだろう。レベルを上げるのだけが目的なら、そんな薬を使わなくても、十0日もあれば、50レベルくらいいけそうだ。ご主人様。大丈夫だよ、濡れぎぬもいいところだ。どうせ、工作夫人に用事もあったから、ついでだと思う。 それにししても誰の差し金だろう公爵は俺のことを金づるだと思っているはずだし、ギュケリジン男爵も娘の件で貸しがある。ありそうなのは公爵の取り巻きたちが自分たちのポジションを奪われないようにと強発したパターンだ。見てるな女子に留守を頼んだ時に小声で忠告された。旦那様、審議官のィラス男爵はカンパスキルを悪用して出入り業者や使用人の弱みを握るという噂を聞いたことがあります。 ご注意くださいませ。なるほど、魔人役と関係ないことを聞かれたら、話をそらすか、異議を申し立てればいいわけか。心構えをしておけば、流されることもないだろう。その辺は、交渉や腹ゲースキルに頑張ってもらおう。見てるな女子の助言に、感謝の言葉を返しながら、地下室を、遠見の魔法で見る。続けて、威力の手マジックハンドで、地下室の執務机にあるインク瓶の蓋を開け、羽ペンで、メモ用紙に、 ミテルナ女子への指示を書き込む。もう、1枚に、救援要請の手紙を用意して、俺の印象で風浪をする。印象とろうそくは、そのままストレージに回収した。ここで、直接言わなかったのは、黒幕に先手を取られないためだ。少し汚い字になってしまったが、十分判読できるはずだ。そうだ、ミテルナ。地下室の執務机のインク瓶の蓋を閉め忘れたんだ。インクが乾く前に、蓋を閉めておいてくれないか かしこまりました、旦那様。大使公館の用意した馬車で公館へ向かう。迷宮の有沙たちに事情を説明して、しばらく迷宮にいるように指示した。オレトルルが連れて来られた大使公館は、東門のすぐそばにある大理石でできた3階建ての大きな建物だ。ペンドラゴン卿、審議官を呼んで参りますので、しばらく、この部屋でお待ちください。高級官僚っぽい陰銀な青年が案内してくれた先は、 国品向けの異様に立派な部屋だっためったに来られない場所なので、撮影フォトの魔法で、調度品などの内装をいろいろと記録しておいた。ルル、肩の力を抜いて、ここに座りなよ。なかなかの座り心地だよ。俺が腰掛けたソファーの後ろで立っていたルルを、俺の横に座らせる。部屋の隅に待機していた部屋付きのメイドさんに、2人分のお茶を頼んだ。ルルの頭を優しく抱き寄せて、小声で、心配が必要ない理由をささやく。 ルルの顔が赤くなっていたので、メイドさんに勘ぐられることはないだろう。砂糖でも吐きそうな表情を一瞬見せるあたり、メイドの修行が足りていないと思う。ようやくルルが落ち着いた頃に、審議官とやらが到着した。しかも、こちらを威圧するつもりなのか、6人の重武装の騎士までいる。レベル20から30の主練手だれだ。はじめまして、ペンドラゴン卿。私は審議官のフィラス男爵だ。ああ、座ったままで結構。 審議はすぐ終わる。審議官は、ハゲ頭に薄い眉の男で、魔法生物らかと同じ寒波のスキルを持っている。確か嘘と本当を見分けるスキルだったはずだ。そういえば、この男爵とは初対面だ。あとは、副大衆の伯爵さんに会えば、迷宮都市の爵位持ち、貴族はコンプだな。では、私がする質問に、はいかいいえで答えてくれ。余計な補足や注釈は不要だ。メガネをかけていたらキラんと光りそうな。 決め顔で審議官が注意する。審議官を拭スがと、貴殿は、魔人薬を自身に投与したことがあるかありません。審議官を拭スがと、貴殿は、魔人薬を他者に投与したことがあるかありません。審議官を拭スがと、貴殿は、魔人薬を他者に投与を指示したことがあるかありません。長い。1回に、1つの質問しかしないのは、 ごまかしが効かないようにするためだろう。審議官、ヴィラスが問う。貴殿は、魔人薬の作り方レシピを知っているか最後に来たやばい質問は、答える必要がなかった。ヴィラス教。どういうおつもりですのペンドラゴン卿は、息子や国賓の王女を米族たちから救い出してくれた。いわば、セリビーラ氏の恩人ですのよ。魔人薬などに関わっているなら、 その手先になっていた、米族を生かして、地上に連れ帰るわけがないでしょう。部屋に入るなり、長文の文句を言ってきたのは、足年公爵夫人だ。後ろには公爵本人もいる。虎のよう軽キツネバージョン2だ。今回はコネというよりは、ワイルパワーなのがあれだが、ちゃんと役に立っているから先行投資と思おう。妻の言う通りだ。誰の指示で、フェンドラゴン卿を連行してきたのかね やはり俺を逮捕したのは、公爵の指示じゃなかったのか。い、以前より、ペンドラゴン卿とその家臣たちの年齢に、不釣り合いな強さが、サロンでも話題になっていたので。つまり、君は、サロンの虐待もない噂話に載せられて、同じ貴族の一員である彼に、屈辱的な審議を受けさせたというのだね。大主様、そそれは誤解です。どうも、俺が公爵夫人のお茶会に参加したのが、目障りだった勢力がいるみたいだ。 新参の挨拶と一回お茶会に参加しただけで、目くじらを立てるとは、えらく強力な人物がいたもんだ。ヴィラス男爵を攻める公爵に便乗して質問したところ、魔人役の審議から始めて、関係ない事柄を問いかけて弱みを握るのが目的だと油汗を流しながら白状してくれた。副大使の伯爵が彼をそそのかしたのだそうだ。ここまで不自然に白状してくれるのは、尋問スキルと脅迫スキルの効果かもしれない。両スキルは、 普段オフにしておいた方がいいかな。男爵と彼を焚きつけた副大使の処分は、公爵が請け負ってくれた。公爵夫人が、後ろで満足そうにしているので、任せても大丈夫だろう。ただし、厳重注意くらいだとは思うが、今後は気軽に手出ししてこなくなるだろうから、それで十分だ。アリサに事件解決を報告して、心配を解いておく。今回、公爵夫人が、都合よく乱入してくれたのは、地下室に残してきた指示メモを、 見てるな女子がちゃんと確認ししてて行動してくれたおかげだ。俺が馬車で連れて行かれた後に、公爵邸を訪れ、指示通りに、俺の印象を押した手紙を届けてくれたからだ。普通なら、下級貴族からの手紙なんて、後回しにされて終わりなのだが、以前、歌詞をばらまいた甲斐があったのか、メイドから次女へ、次女から公爵夫人へと話が伝わったおかげですぐに手紙を読んでもらえたらしい。ここで、お菓子の詰め合わせをいろいろとプレゼントしないとね。 ミテルナ女子は馬車で来ていたので、ルルを乗せて先に帰ってもらった。俺も一緒に帰るつもりだったのだが、公爵夫人に晩餐に誘われて断れなかったのだ。お互いに、霊や詫びの言葉を交換した後に、晩餐となった。晩餐の席では、やたらと、王女に迷宮の話をせがまれたので、他の出席者の迷惑にならない範囲で簡素に答えておいた。下手に大げさに話して、また、ぽっちゃり君や王女が迷宮に行きたがっても困るしね。 晩餐のメニューはいわゆるコース料理で魔物の食材を一切使っていないのは公爵家の料理人の関わりなのだろう。欲を言えば野菜が足りない。どの料理も美味しかったがビーフシチューが絶品だった。今度この味を再現してみんなに作ってやろう。屋敷まで馬車で送ってくれた公爵家の御舎に礼を言い屋敷に入る。出迎えに来てくれたミテルナ女子が何かバスケットのようなものを御舎に渡していた。 甘い匂いがしたので、ルルが作った焼き菓子だろう。ソファでくつろぎながら、マップを検索する。ソーケル教は捕獲されたらしく、大使公館の一室に監禁されているようだ。ベッソは、呆れたことに、まだ逃げ押せている。ベッソの相棒の男は、無事に探索者ギルドに保護されたらしく、西ギルドの地下牢にいる。チェックを終えてマップを閉じると、みんなに囲まれていた。大変だったみたいね。ああ。 今晩はもっと大変だけどね。ほえ。今日は寝かせないぞ、ってやつ。はいはい、かわいいよアリサ。茶化すアリサを適当に流す。ちょっと、ベイ族が思ったよりも迷惑な存在だったんで、本格的に排除しようと思ってね。あとベイ族に捕まって、強制労働させられている運搬人や奴隷たちがいるらしいから、まとめて救出して保護しようと思うんだ。手伝う。頑張るのです。 膝の上から見上げてくる玉の頭を撫でる。左右のポチとミーアが覗き込んでくるが、今回は手伝ってもらうわけにはいかないんだよね。しかし、自分でも結構おむちゃなことを言っている自信があるんだが、アリサすら突っ込みを入れてこないのが少し寂しい。悪いけど、今回は留守番していてほしい。ミーアはアイアリーゼさんが使っていたみたいな、疑似生命は作れるかいん男子に向いたやつはある。 玉はウィングボール。いや、今すぐ使いとは言っていないんだが、ミーアの呼び出したのは、羽の生えた卵みたいなやつだ。目がないのに、監視なんてできるのかミーアが薄い胸をポンと叩いて、大丈夫と請け負った。じゃあ、ミーアの玉はで、大使公館と西ギルドを監視してほしい。騒ぎが起こったら、俺に遠話で連絡してくれ。んオッケー。さて、安全な迷宮生活のために一働きしますか。 10の33魔人薬3。サトゥーです。事前の準備というのは大切です。作業している間は面倒なものですが、ちゃんと準備しないと、後でひどい目に遭うのです。失敗して学習するまでは、なかなか必要性が実感できないんですけどね。スタの間で昼間作った人工皮膚のマスクを装着し、変装スキル全開で他人に化ける。さらに、その上に目元を覆う黒いマスクをつけた。ついで、 高遊欄のステータスを変更する。名前を黒、レベル 50, 称号を賞金稼ぎに変え、スキルに射撃系、レア魔法、エルフ語、竜語と、サトゥーの控えめなステータスとは真逆にする。次回の変装時に間違わないように、メモ欄に各種ステータスを記録しておいた。七種でもよかったのだが、サトゥーのいるところに七種ありとなったら、変装の意味がないので、第三者に偽装することにした。サトゥー様、そのような衣装で何をされるのですか ちょっと米族退治にね。レリリル、悪いけど、米族に捕まっている人たちを、一旦、ここに保護するけどいいかなできれば、地上の館の方に、お願いしたいです。地下だと、危険な機材が多いですから。ああ、それは失念していた。地上に、機関用の刻印板を設置しておく。では、行ってくる。受け入れ準備を頼むぞ。はい、任されました。ああ、 はきはき答えるレリリルに違和感が止まらない。最初に来た場所は、安全な17区画の別荘だ。まずは、米族の捕獲準備と、問題の畑の場所の特定だ。迷宮内の米族をすべてマーキングする。全部で300人ほどだ。9割ほどが、殺人などの重罪を犯している。続いて、ルダマンの話に出てきた畑を探す。区画ごとに、魔人薬の主材料になる破滅草と地味つく木を、 検索してみる自生している場所もあるようだが、明らかに人の手が入っていそうな密集して生えている場所や、その近辺に、米族や運搬人がいる場所をピックアップする。全部で3か所ほど。しかも、なかなか厄介な区画を経由しないとたどり着けない場所だ。今度は、貴族や使用人がいないか検索する。ジーナ・ジョーたち、月光のパーティーや、3つほどの貴族のパーティーが検索にヒットした。位置的に見て。 どのパーティーも白のようだ。泊りがけで狩りとか、なかなか気合が入っている。出会った時にレベル6だったジーナ・ジョーも順調にレベルアップして、今ではレベル9だ。格上ばかりを相手にしているから効率が良かったのだろう。次に、米族の一時置き場を用意する。こんな夜中に連行したら迷惑だからね。候補地は第37区画の片隅にある広間だ。少し奥地だが、植物系の魔物がいる区画なので、 水がある区画内でいう穴ができない地形をしていて、出入り口が1か所しかない場所があったので、そこを選んだ。俺の基準で最短コースを調べる。途中2か所ほど壁を破れば、20分ほどで到着できそうだ。人形と密定スキルを頼りに、回廊の天井付近を天下で飛行していく。途中の探索者パーティーたちは、誰も気づかなかったようだ。たとえ気がつかれても、新種の魔物とでも解釈してくれるだろう。 到着した広間は、天井から雫が落ちてくる。やけに湿った場所だった。シダ系の木が群生している。これも魔物の一種みたいだ。試しにストレージにあった蟻足を投げたら、シダの葉がチェーンソーのように回転して切り裂いてしまった。ファンタジー枠なのかホラー枠なのか、微妙な魔物だ。ここで、葉っぱの仕組みを調べてみよう。木々の間に見え隠れするのは、トリケラトプスにそっくりな魔物だ。オレンジ色で、 透明な角の先から地より自然が漏れているので、普通の恐竜ではないだろう。こいつは、チェーンソーのように回転する羽織に返することも、なく、ボリボリと音を出して食らっている。他には、2メートルクラスのトンボのような魔物がふらふらと飛んでいた。まったく、どこの白亜紀世界だ。気を取り直して掃除を始める。自在剣フレキシブルソードの魔法を使って強めの魔物をサクサクと排除する。放置すると臭いそうなので、 ミルクの手マジックハンドで、間髪入れずにストレージに回収した。大物が大体いい片付いたところで、誘導やリモートアローで雑魚を一掃する。死体の回収は大物と同じだ。10分ほどで、広間の魔物排除が完了した。部屋の中央に、板がたくさん入った袋、虫系魔物の干し肉の入った壺を置く。この干し肉は、屋敷の子供たちが、調理の練習に作っていたものだ。試食した獣娘たちが、 一口でフォークを置くようなすごい出来だ。明らかな失敗作なのだが捨てるのももったいないので、ストレージに収納してあった。せっかくなので、捕獲した米族たちに消費してもらおう。次に、一つしかない入り口を、ストレージに収納してあった大岩で通路側から塞ぐ。それから、通路の途中に黒印板を設置する。さらに通路を進んで、ある程度の広さを確保してから、ストレージの中から土を出して。 土魔法の石壁ストーンウォールで通路を塞ぐ硬い石の壁を作った。これで即席の牢屋の完成だ。誘導気絶団リモートスタンをはじめとした一連の捕獲コンボを使って、米族たちを捕まえていく。なんだ貴様は、俺様を誰だと思ってやがる。はいはい、今度聞いてやるよ。この集団の狩猟らしき米族の親玉を、誘導気絶団リモートスタンの乱れ打ちで倒す。その他のザコ米族は、 捕獲コンボで沈めた後だ。ふむ、これで55人か。この拠点はこれでしまいかな。捕獲した米族たちを、威ルクの手マジックハンドで持ち上げて、第37区画に転移する。そのまま通路を進み、通路と広間を遮る岩をストレージにしまって、道を開く。岩の前にいたらしき米族が倒れ込んできたので、新規の米族たちを押し付けて、部屋に戻した。中に収納し終わったところで、岩を再配置して、通路を塞ぐ。 岩の向こうで罵声が上がっているが、興味がないので無視した。しかし、少し失敗したかもしれない。米族にも女性がいるのを忘れていた。一緒に大部屋に放置してもいいのだが、なんとなく気が引ける。仕方ないので、通路にもう一枚扉を作ることで小部屋を作り、女米族はそこに監禁しておくことにする。広間と同じく、ここにも食料と塩、それに水の入った樽を、2つ、さらに、 空らつぼとついたてを一つ用意しておいた。先ほどの拠点に転移で戻り、今度は拉致されていた運搬人や奴隷を、リルクの手マジックハンドで持ち上げて、スタの館へと連れて行く。こ、ここはお姉ちゃん、星だ。星が見えるよ。外本当に外なの迎えに出ていたレリリルが、パンパンと手を打ち鳴らして、注目を集める。静かにしなさい人の子たちよ。ここは 賢者様のスマウツタノカン。騒ぎ立てるようなら迷宮に送り返しますよ。その脅しが効いたのか騒いでいた人たちが静まる。代表者を一名出してくれ。ポリナ、代表者にいろいろと説明してやってほしい。はい、黒様。ポリナは、最初に救出した運搬人たちのリーダーだ。運搬人なのにレベル7もある。スキルは、運搬、栽培、採取の3種類だ。レリリルとポリナに後を任せて。 再び先ほどの畑に向かう。別荘に設置した監視機構を簡素にした魔法道具を畑の片隅に設置した。2メートルほどの棒の先にシャレ神戸がついているような見た目だ。シャレ神戸の部分に監視機構と放置通信機構を搭載している。棒の中には魔力を循環させるだけの魔法回路があり、満タンまで魔力を充填した状態で3日間稼働できる。もともとは別荘近辺の警戒用に作ったのだが、 見た目が不評だったので、死臓することになった品だ。さらに、残りの大規模米族のアジトを襲撃し、畑にいた運搬人たちを救出する。これで、大きなところは完了だ。あとは、10箇所に分散する小規模米族のアジトをしらみつぶしに襲撃した。小規模なところ、ほど、逃げるのがうまくて大変だった。最後の米族を仮設牢屋に叩き込んで、一息吐く。こいつらを西ギルドに突き出すのは、 日が昇ってからでいいだろう助け出した人たちは、合計220人。そのうち一番多いのが運搬人で、次が奴隷、残りは意外なことに探索者だった。全員が女性だ。なんでも、男性は、捕まった時点で殺されるか、奴隷のように働かされた後に、特殊戦法トレインのおとり役として使われてしまうらしい。彼女たちの多くは、足かせをつけられた状態で、栽培作業に従事させられていたそうだ。 魔人薬の材料だけでなく、米族たちが食べる農作物も栽培していたらしい。そのせいか、工作野菜調合などのスキルを持つ者がちらほらいた。女探索者たちは、レベル5以下の者のが多く、それ以上のレベルの者のは、米族に勧誘されて仲間になるか、殺されてしまうかの二択だったらしい。レリリルは起きていたが、ポリナたちは疲れて眠ってしまったらしいので、今後の相談は夜が明けてからでいいだろう。 彼女らの人数が多すぎて、館の部屋だけでは足りなかったので、玄関ホールや廊下まで寝床に提供しているらしい。さ、黒様、実は、食料の備蓄がつきました。菜園の方も、緑の手黒をの魔法で即席栽培するのもそろそろ限界なのです。ああ、すまない補充を忘れていたよ。レリリルを連れて食料庫に移動して、大量の食材を出してやる。ペイ族のアジトで回収したものがほとんどだが、ちゃんと、小麦や芋。 カエル肉、塩なども追加しておく。6000食分くらいはあるから、しばらく保つだろう。体調の悪いものも、ちらほらといたので、何種類かの薬品を出して、渡して預けておいた。これは空間魔法ですかうん、そんな感じだよ。時間は、夜半過ぎ、朝まで、まだまだ時間があるので、レリリルを連れて、地下の工房へ行く。アリサからの提示連絡が届き、眠そうな声で、異常なからしと報告してきた。 男子を交代しようかと提案したのだが、大丈夫と言っていたので、アリサとミーアが寝落ちして、定時連絡が来なくなるまで頑張ってもらおう。そうける今日は、貴族といっても、爵位さえ持っていない。俺の気有ならいいが、後ろに、真の黒幕がいる気がする。もし、市内に黒幕がいるなら、襲撃は今夜だろう。それも、今ぐらいの時刻から未明にかけてが、一番可能性が高い。一旦屋敷に帰ることも考えたが、地下工房で、 いくつかの準備を整えてから市外に向かうことにした。10の34魔人役4。サトゥーです。暗殺者といえば毒がメインだった気がします。いつの頃からか、ワイヤーでの考察や長い針での急所攻撃とか、バリエーションが増えました。今は、どんな武器が暗殺界の流行なのでしょう。少し気になります。ソーケルだな。き、君たちは何者だ ただの使い走りさ。ソーケル卿が監禁されている大使公館に侵入した賊の数は2人。どちらも顔をすっぽり隠すっごい茶色のマントをまとっている。その手には怪しい輝きを放つ抜き身の剣が握られている。誰の天下に決まっているだろう。その問いかけで、ようやく俺の存在に気がついた族が慌てて剣を向けてくる。1人が俺を牽制している間に、もう。 一人がそうーる今日を抹殺する三段だったのだろう。不確定な言い方だったのは、手前の賊を蹴飛ばして、奥の賊にぶつけて止めた後だったからだ。少し強く蹴りすぎたのか、男たちが石壁に半ばめり込んでいる。もうちょっと強く押したら、向こう側の部屋に抜けそうだ。ごっはっ、なんと重い蹴りだ。噂に聞くミスリルの探索者か。はずれだ。お前ら、実は余裕があるだろう 普通なら気絶するはずの攻撃を受けても男たちは平気のようだ咳きこむ唾が赤い色をしている気がするが立ち上がって武器を構える気概はあるらしいどちらもレベル30で種族は人族状態が真ミフ要となっているおそらく魔人薬を飲んでいる状態なんじゃないかと思うその証拠に男たちは呪文を唱えたわけでもないのに体から死でを漏らしたり体の周りに炎をまとったりしている 何者か知らぬが、その男と共に個々で死んでもらうぞ。死への手向けに教えてやろう。我らは魔人。天下の月く新世界の守護者となるものだ。男たちの言葉に変なアクセントが入る。一瞬見えたフードの下は、異形が隠れていた。顔の半分が亀の甲羅のようになっているものと、両目が昆虫のように複眼になっているものだ。さまざまな亜人を見慣れた今でも、十分異形に見える。異形でも、 主族が一族になっていることだし、ふ殺せで行こう。せめて、それくらいの線引きをしておかないと、それこそ、俺自身が魔王になってしまいそうだ。俺の当て身を受けて混倒しないような、頑丈な相手なので、誘導気絶団リモートスタンではなく、普通の短気絶ショートスタンを打ち込む。最初は手加減して20発ずつ。前にカブトムシに打ったときは20発くらい耐えていたので、このぐらいから行こう。1人目は、魔法をもろに受けて、 後ろの壁を突き破って、隣の部屋に吹き飛んでいった。二人目は、勘で数発かわしたようだが、残りの弾に追いつかれて、不自然な姿勢で外壁にめり込んで止まった。ここの外壁は、なかなか丈夫みたいだ。どちらも意識を失っていない。ブースト役としては優秀なようだ。一回限りとかなら、戦場で飲むやつもいそうだ。どうしたものか、あ、そうかう。うっかりしていた。試しに一人目で実験する。 成功だ。当て身を受けて混沌したまま起き上がってこない。き、貴様、何をした種を敵にばらすわけないだろう相手の攻撃を避けながら、魔法破壊ブレイクマジックで、相手の強化状態を破壊し、続けて、魔力強奪魔などレインで根こそぎ魔力を奪う。武器に流していた魔力も、武器に手を添えて漏れなくいただいた。魔人役が、どんなに優れた魔法回路を使い手に与えるかは知らないが。 燃料である魔力が切れたら働くはずもない。最後に魔術的に丸裸になった相手を当て身で混沌させて終了だレベル相応の頑強さは残っていたが先ほどのような非常識なタフさは失われていた男たちを魔風ツタで拘束するこれはさっき工房で作ってきたトゲツタアシソーンフットのツタから作ったもので魔風時の鎖と同様の効果があるいつもと違い今回は製作者を7磁ではなく 黒にしてある。大使交換の方は片付いたと、アリサに遠話で報告しておいた。ようやく騒ぎに気がついた、大使交換の衛兵たちが、この部屋に向かってくる、足音が聞こえる。ごっはっ。なんだここに見えない壁があるぞ。俗に魔法使いがいるんだ。お前たちは別の階段を。お前は魔法使いしんがりを呼んでこい。彼らには悪いが、しばらく通路は封鎖だ。さて。 ソケル教。命の恩人の質問に答えてくれるかなああ、教える。教えるから、俺を、安全な場所に保護してくれ。分かった。お前が正直に答えるなら、当面の安全を保障しよう。必死な様子で、俺にすがりつくソケル教に、黒幕のことを聞いてみた。天下は、志賀王家の血族だ。成人したくらいの男性だと思う。会合には、必ず、 認識疎外の覆面をしてくるので正体は知らないよくそんな人間の命令で魔人薬なんて危ない薬を作ったもんだ彼の後見人がケル天皇だからだよ彼も顔を隠していたが特徴的な喋り方ですぐ分かった八公爵の一人それも軍に絶大な影響力のあるケル天皇が後ろにいるなら協力すれば試作うまくすれば順段尺の位だってもらえるかもしれないって思ったんだよ それって、クーデターフラグな気がするんだけど、次の王国会議は大丈夫か実際は使い捨てだったというわけか。そうさ、笑ってくれ。力なく自重するソーケル卿から、天下の体型や喋り方など、認識疎外の覆面でも、ごまかせないいくつかの情報を聞き出す。やはり第三王子とは別口か。トルマメモを見る限りでは、第四王子が18歳、第五王子が14歳、王帝の第二子が15歳だから。 この辺が怪しいといえば怪しい。認知されている書質の王子はいないようだが、戦王や王帝が、色欲の強い人らしいので、その辺も加えると、すごい数の候補が出てきそうだ。さて、聞くだけ聞けたし、保護してやるか。遠兵たちが入れるように、威力壁マナホールを解除してやる。貴様。何者だ。しばらく、ソーケル卿は保護させてもらう。そちらの男たちは、天下と呼ばれる黒幕がよこした資格だ。 高レベルの上に魔人役まで使用している。気絶していても油断するな。少なくとも、下級魔族くらいの強さはあるぞ。迷宮都市なら、高レベル犯罪者用の牢があるだろうそこに交流しておけ。彼らの言葉を意図的に無視して、族の目的などを一方的に伝える。口調も、サトゥーの時とは変えて、少し高圧的な物言いにした。せっかくの変装なので、一応、黒と名乗っておく。伝え終わった時点で、 俺は、ソーケル教を彼の座るベッドごと転移させた。行き先は迷宮の中だ。魔人薬の畑の中でも、一番奥地にあった場所へ連れて行った。ここなら、放置システムが複数あるしね。こ、ここは迷宮の中だ。何は、私を始末する気かそんな気はない。ここは安全地帯だ。言う穴もないし、変な作物が植えられている以外は、 魔物も人も来ない。たくまうには最適な場所だ。拉致されていた人々が暮らしていた長屋に連れて行く。迷宮内に雨は降らないが、たまに天井に見える根から水滴が落ちてくるので、屋根は必要なのだ。比較的広い場所に、先ほどのベッドを置く。空間魔法がどうとか言っていたので、適当に肯定しておいた。日用品に、食料や水などを宝物子アイテムボックスから出して、部屋の隅にあったテーブルに積み上げた。 あと、不要だとは思うが、痩せ物のナイフとナタを置いておく。どれも、拉致された人たちが使っていた品だ。一見、至れり尽くせりだが、自炊もできない貴族を一人では出られないような迷宮の奥地に置き去りにするなんて、鬼畜の処遇に思える。だが、米族たちにこき使われていた人々の不安や辛さを、少しでも味わってほしかったので、監禁場所をここにした。安全地帯とは告げてあるし、事実そうなのだが、ソーケル教は、 小動物や小虫の揺らす草の音に怯え、魔物が突然襲ってくる恐怖に耐えて眠れぬ夜を過ごすことになるだろう。では、次は、10日後くらいに、食料の補充に来る。節約して食わないと、飢えても誰にも助けてもらえないから注意しろ。何か抗議してくる、ソーケル教を置き去りにして、スタのンに帰還する。スタのンに戻った俺の視界に、遠くに立ち上る炎と煙が目に入った。こちらアリサちゃん、オーバー アリサからの遠話が入ってきた。ようやく家電っぽくなくなったが、今度はトランシーバー風味だ。もう少し普通に話してほしい。俺だ。炎なら見た。あれは西ギルドかうん、さっき大使交換を襲ったやつと同じ服装の男たちが空から降ってきたの。背中に羽が生えてた。了解、急行してみる。大使交換の方も引き続き監視を頼む。ラッチャー。 天下で迷宮都市の上空を飛ぶ。空からだと、ギルド会館の一角が燃えているのがわかる。ギルドの襲撃者のステータスを見て首をひねる。魔人薬を服用しているのはわかるが、スキル構成を見る限り、魔法使いではなく暗殺者寄りだ。魔法も使えるみたいだが、風魔法なので、あの炎の原因がわからない。地上からガインが伸び上がる。俺のスキルで強化された視界に、 炎を避けて飛翔する焦げ茶衣装の男が見えた。おいおい、あの炎って、ギルド長の魔法か。自分の拠点を燃やしてどうする。どうして、こう、非魔法使いは放火魔が多いんだ。これ以上の炎症は避けたいので、誘導気絶弾リモートスタンの魔法で、空を飛ぶ族を地面に叩きつける。普通なら墜落し確定なんだが、本当に頑丈な奴らだ。ギルド会館から出てきた大立のジェルたち、高レベル探索者たちが、 賊を捕獲している君たち、ちょっと行動が早い。賊が、魔人薬のもたらす怪力で、チェルたちを強引に投げ飛ばす。奴が、再び空に舞おうとしたところに、ギルド長が放った多大炎弾マルチフレームの炎の弾丸が殺到した。賊は、周りの地面ごと、無数の火炎弾丸に焼かれて、地面を転げ回る。さすが50レベル。当たればすごい威力だ。さらに、火炎地獄インフェルノを唱え出したので、介入する。 さっきのもそうだけど、街中で使う魔法じゃないってば。火を消し止めて立ち上がる族の背中に、空から戦火で着地する。少し勢いがつきすぎて、相手の骨が何本か折れてしまった感触がした。いくら丈夫な相手でも、これは少々やりすぎだったらしい。大使交換で捕まえた連中と同じく、強化魔法を解除して魔力を奪い取り、魔風ツタで縛り上げる。わずか数秒の簡単なお仕事だ。何やつ そんなことより、こいつを牢屋に入れておけ。米族とやらを退治しに来てみれば、おかしな奴らがばっこしているようだな。さすがは、迷宮都市といったところか。呪文を中断して追加してくるギルド長を適当に流し、縛り上げた族を彼らの足元に放り投げた。そのまま空に舞い上がり、ストレージから海水を出して、燃えるギルド界館を消火する。おおむね沈下したのを確認して、スタの館へと帰還した。まったく。 一番の被害を出したのが、ギルド長とか笑えないよ。あれで、よく左遷されたり、クビにならないもんな。週の35選抜試験、サトゥーです。昨今のゲームでは、緊急クエストなる突発的に発生する期間限定クエストが、単調な作業になりがちなゲームに、ちょっとしたアクセントを与えてくれます。現実の緊急クエストは、単なる厄介事を押し付けられている気分になるのはどうしてなんでしょうね。 マジンクスリけの族を退治してから3日が過ぎた。ベッソやマジンクスリを所持していた探索者が、ギルドに捕獲されたものの、あれ以降は襲撃が起こっていない。あの翌日、俺たちはギルド長からの依頼で、ルダマンのアジトや密造畑を調査に行ったのだが、そこは、すでに引き払われた後で、無人の畑があるだけだった。無人にした本人が言うのだから間違いない。同行していたギルド職員のお姉さんが、証拠品として、 破滅草と地味茎を採取しただけで、迷宮都市へと引き返すことになった。それじゃあ、密造畑はもぬけの殻だったわけかいはい、食料品や費用品もなくなっていたので、別の場所に移動したのでしょう。隠し部屋なども探しましたが、四作様の言うように、誰も残っていませんでした。畑に、未収穫の破滅草と地味茎が残っていたので、ペイ族の黒幕が移動させたわけではなく、自力で逃げ出したのではないでしょうか ギルド庁の部屋で調査に同行していたギルド職員のお姉さんと結果を報告する。近くの通路なども魔法で探索させましたが、誰も見つかりませんでした。爽快、ご苦労だったね。拉致されていた人たちの探索に、また人を派遣されるのですか場所が場所だ。あんな奥地まで一手陣を探す余裕のあるのは、赤鉄商の連中くらいだ。もし、自力で逃げ出したにしても。 地上に戻る前に魔物に食われて終わりだよ。ギルド長は彼らの救出というか探索を諦めつつあるようだ。案外、他の探索者に助けられて地上に向かっているのかもしれませんね。それならいいんだがね。私も可能性は低いと思いますが、無事地上に戻って、元の平和な生活に戻ってほしいものです。調合や練りなりスキル持ちがいないことを祈るよ。俺の言葉を適当に流しながらも、ギルド長がそう言葉を出した。 何かまずいのですかああ、まずい。練りなりスキルなんて持っていたら、確実に、魔人薬の作成に絡んでいただろうし、情報スキル持ちでも、魔人薬の下準備に使われていたはずだ。こいつらは、魔人薬の製法を拡散させないためにも、奴隷にして、確実に口外しない状態にした後に、王国の研究施設なんかで一生監禁されることになるだろうさ。他の栽培していた人間は、大丈夫なのですかああ、 破滅草はともかく、緻密茎は、迷宮内で割と見かけるから、問題ないだろう。ふむ、それなら、調合スキル持ちの子たち以外は、近いうちに解放できそうだ。そこに、職員さんが、控えめに口を挟んできた。あの、よろしいですか何だい言ってみな。ギルド長も施策様も、お強いから、そういう発想が出るのだと思いますが、普通に考えて、 安全地帯から魔物のうごめく迷宮を突破しようなどとは考えません。一部にそういうものがいたとしても、大多数は食料の残りが限られているなどの理由がなければ動かないでしょう。実際、畑には普通の作物も栽培されていましたから。つまり、安全に移動できる隠しアジトが近くにあると言いたいわけだね。はい、志作様の家臣のお嬢さんが使った魔法で探知できないような隠し通路があるかもしれません。なら、 レタマンを拷問して吐かせてみるか。このあと、レタマンが、ギルド長の拷問を受けたそうだが、殺していないらしいので気にせずにおこう。スタノカンに保護している女性たちだが、今すぐ解放すると、米族を裏で操っていた黒幕に殺されてしまう恐れがあるからと言って説得し、滞在を承諾させている。不思議なことに、町に帰りたいと強く主張しているのは一握りで、他はさほど帰りたがっていないようだった。 彼女たちには十日ほど待ってほしいと伝えてある。それまでになんとかしよう。今のところ、彼女たちが黒幕たちに排除される危険性は薄いだろう。ギルド庁の話でも、情報スキル持ちの者以外は、すぐにでも解放できるだろう。ここが、スタノカンだとばらしてしまっているので、情報スキル持ちの者以外を先に解放してやることができない。いっそ、オートや大やとあたりの人口の多い場所か、ムーの男爵寮あたりの田舎に連れて行って。 別の名前と身分証明書を発行してやれば何とかなりそうだ少し受け入れ先を探してみるか探索者になりたいかーお,おミーアの覚醒魔法に補助されたアリサの声が迷宮都市の外壁にこだまするここは迷宮都市を出たところにある仮設テントだアリサの目の前には探索者志願の運搬人たちが100人近く集まっているこの中から ののの翼のイルナナとジェナの教え子が決まる。男の子が70人に女の子が30人だ。この3日の間に、イルナとジェナが宣伝した話を聞いて集まった子供たちだ。子供といっても、下は10歳から上は18歳まで幅広い。ボリュームゾーンは12から14歳くらいだ。イルナが魔法に頼らず地声だけで、子供たちに選抜について説明する。この中から15名を選抜する。まずは、 足の速い者を5名選ぶ。迷宮で、足の速い者は、石膏として魔物を釣り出してくる、重要な役割を担う。この笛の合図をしたら走り出せ。セリビーラの外壁を一周して、先着5名を合格にする。アリサの服ピぴーという笛の音に合わせて、子供たちが駆け出した。足を引っ掛けられてこけるものや、自分の足が絡まって転ぶものなどさまざまだ。共通しているのは、土ぼこりにまみれながらも泣き出さずに。 誰もが自力で立ち上がって走り出すところだ。実にたくましい。途中で倒れる子供がいないか、トーミクレアボヤンスの魔法で監視したが、貧血で倒れたりする子が2人ほどいただけだった。その子たちは、馬に乗って巡回するナナトリザに、遠話しテレフォンの魔法で指示を出して回収させた。なぜか、ポチとタマも一緒に走り出していた。きっと釣られたのだろう。ポチがぶっちぎりの1位だった。 玉が珍しくムキになって再戦を挑んでいる。2人が走り終わって、かなり経ってから、子供たちの戦闘が戻ってきた。くそう、犬人族や猫人族の子供に負けるなんて。うさぎ人族の名れだ。まさか、うささ以外に負けるなんて。1番目と2番目に帰ってきた2人が、ポチと玉を見て悔しがっている。ワンツーを決めた2人は、14歳のうさぎ人族の少年と少女だ。この子たちも、3位以下を大きく引き離している。 3人目がネズミ人族、4人目と5人目が人族の少年たちだった。最初の試練で脱落したのは10名。この10名は仮設本部のそばで、夜ルルの指導で体力作りのための体操の仕方を教わっている。少しの休憩時間を挟んで、2つ目の試験だ。この休憩の間に、水分補給とカロリー補給に配った焼き菓子を食べさせておいた。空腹で途中で目を回されても困るからね。 次は耐久走りよ。セリビーラの外壁を募集して、先着5名を合格にします。2周以上走った者には、お昼ご飯が待っているわよ。頑張りなさい。おう。なぜか、最初の時よりも、力強い答えが返ってきた。食事は、最初から100人分用意しているから、今回の試験に参加した者には、無条件でご飯を食べさせるつもりなんだけど、目の前の人参として有効そうなので、 口を出さなかっただが、選抜メンバーに選ばれる可能性の低い戦闘集団以外は、2周走った時点で走るのを止めるものが多かった。耐久マラソンも、やはり男の子が強く、男の子が3名と女の子が2名だった。今回は人族が強く、中でもロジーみたいな色黒の少年少女3人が特に強かった。このまま、何周でも行けそうな安定感をしていた。食事休憩の後に、残りの5名を選ぶ。 ちなみに、食事のメニューは、羽芋と蒸し肉で作ったコロッケと、歩き、豆と蒸し肉のスープだ。今回の食事の準備には、ミテルナ女子やうちの屋敷の7人の見習いメイドたちだけでなく、料理のできる運搬人の女の子を5人ほど雇ってある。この5人は、ミテルナ女子に料理を仕込んでもらって、孤児や貧民街での炊き出し要員として長期雇用しようと企んでいる。14から18歳の地味な容姿の実直な子たちだ。では、最後の試練よ。 さっき配った小枝を剣を持つように構えなさい。そう、肘を伸ばして。その姿勢のまま、最後まで腕を下げなかった者を合格にします。子供たちから悲鳴が上がったが、最後の5名は、根性のある者が選抜対象だ。迷宮に入る前の事前訓練に耐えられないようでは、話にならない。1時間で大多数が脱落したが、残り7人になってからは長く、3時間後に、最後の1人が脱落して、5人が決まった。 最終的に選抜されたのは、男の子が11人と女の子が4人だ。この子たちは、イルナとジェナが10日間の地上での基礎訓練を指導した後に、5名ずつ3交代で迷宮に連れて行き、それぞれ延べ5日、合計15日で7レベルくらいになるまで育てる予定だ。イルナたちとの契約は3ヶ月なので、今回の試験に落ちたものも、まだ2回はチャンスがある。みんな、今日はありがとう。試験は来月もやるから。 今回不合格になった子たちも諦めないで。アリサの閉会の言葉で不合格になった子供たちが3 3午後に西門の方へ帰っていく。参加書を代わりに全員に焼き菓子を3枚ずつ配ってある。これは今回参加しなかった子たちへの巻き絵なのだそうだ。イルナとジェナが合格した子供たちに今後の予定を伝えている。特に教育中は三度の食事がおかわり自由と聞いて。 感性が上がっていた。子供たちの教練には、近所の空き地を借りてあるので、そちらで行う。選抜メンバーに与える防具は、イルナとジェナが最初に使っていたアリアント装備を与えるつもりだったのだが、アリサからの強い反対で中止になった。家臣として抱え込むならともかく、育成後は一般探索者として独り立ちさせるなら、チート装備はやめた方がいいと止められたのだ。アリサだけでなく、イルナとジェナからも止められた。理由は少し違う。 魔物の攻撃を受けても大丈夫な装備だと、攻撃を避けることがおろそかになるのだそうだ。それに、多少の怪我をするくらいでないと、止血の仕方を実践で学んだり、そういった道具の重要性が身につかないからとのことだった。子供たちに与える防具を、イルナとジェナに相談したところ、骨装備と呼ばれるものを勧められた。草を編んだジャケットやズボンに、ゴブリンの骨を編み込んだ装備だ。迷宮都市の探索者は、木片装備から始まって、 骨装備、虫柄装備、虫かぶと装備へと進むのが基本らしい。武器は、ゴブリンの代替骨を素材に使った棍棒を最初に使わせ、2回目から、ありつめのタンヤリを使わせる予定だそうだ。縦役に育てるものには、皮ても与える予定らしい。この辺の装備は、職人街で見習いたちが作ったものを、イルナとジェナたちが安く買い集めてきていた。作りの甘い書は、少し手を加えておいたので、 A レベルななな敵相手なら大怪我をすることもないだろう。ちなみに、2人の現在の装備はカマキリ系の素材を使用したものだ。レベル15記念にプレゼントしたら、飛び上がって喜んでいた。なんでも、迷宮都市では、カマキリ装備はベテランの証なのだそうだ。前のあり装備と見た目が変わっただけで、防御力の差はほとんどないとかは言わないのが花だろう。さて、次は、迷宮都市内で定期的な炊き出しをするにあたって。 大衆夫人とギルド町に根回しと必要なら許可を発行してもらうとしよう。中央35の2の主演とゲベリアのみ。サトゥーです。昔は脱サラして喫茶店を開くのが流行っていたそうですが、最近ではスローライフを求めて、田舎の土地を買って農業を始めるのが流行っているみたいです。メリーアンジョーが迷惑をかけたお詫びという名目で、デュケリ順男爵の屋敷に招かれた。宴席には、俺だけでなく、 彼が仕切っている迷宮都市内の魔法道具屋や薬屋の天使たちも招かれているようだ。縁石の前に、応接まで、ドレス姿のメリアンジョから、迷惑をかけた詫びの言葉と救出してもらった、感謝の言葉を受けた。彼女は、父親に、内緒で剣術道場に通っていると、囁きを残して部屋を退出していった。悪ぎっこのように、微笑を浮かべていたのは、見る間違いじゃないだろう。 迷宮都市で探索者をするなら顔つなぎをしておいた方がよかろう。彼は、そう告げて、娘の恩人だと言って、天使たちに俺を紹介してくれた。主演の席では、自然と迷宮都市での売れ筋商品や不足しがちな商品の話になった。特に回復薬が足りなくて、デュケリ順尺が迷宮都市の焦点をまとめ上げ、大使を味方にして値段を釣り上げるまでは、品切れが当たり前の状態だったらしい。しかも、 この町で回復薬を作ろうと思ったら、商人たちが近隣の町で仕入れた高い材料を買い込むか、あの荒れ地をかき分けて、狼の出る山まで薬草つまみに出るしかないんだ。採算度返しのギルドの魔法薬なんかと張り合ってた頃はつらかったな。あいつらは、オートの価格で売り上がるからな。まったくだ、薬草の仕入れやすさが違うってんな。なるほど、買い手と売り手の意識の違いがあるのは当たり前だけど、そんな事情があったとはね。 全部、うのみにするのはまずいけど、一方的に暴利を貪さぼってるわけじゃないのか。でも、品切れの頃は、探索者たちは、回復手段もなしに迷宮を攻略していたのですかいや、貧乏な探索者たちは、ベリアの葉を摘んでもって言ってたよ。それは今も変わらんだろう。ベリアというのは、迷宮都市の周囲の荒地に自生するサボテンモドキのことらしい。確かに、街道沿いにもたくさん生えていた。ベリアは、 サボテンの身の周りに、アロエのようなトゲトゲの肉厚の葉が生えた多肉植物で、実は、食用、葉は、止血や火けどの治療などに使えるらしい。中央の実は、それなりに美味しいらしいが、こじき殺しという異名があり、食べ過ぎると脱水症状を起こすまで下痢をするらしい。体力のない子供やお年寄りの場合、そのまま死ぬこともあるそうだ。仕事にあぶれた運搬人たちは、都市周辺で摘んだベリアの葉を迷宮門前で売って、 小銭を稼いで、ここをしのぐらしい。門前の物売りは数が多いので、スルーしていたが、そんなものまで売っていたのか。今度、いろいろと注目してみよう。ェリアの刃から回復薬は作れないのですか大昔に、賢者様が、ェリアの刃から魔法薬を作ったって、伝説はあるんだが、出伝して久しいからな。今じゃ、ェリアの刃から作る回復薬って言ったら、迷宮都市の詐欺師の上等くって、 いい誰も信じない代物さ賢者って虎座優也のことかなベリアで彼の資料を検索してみたけど該当するのはなかった今度エルフの里に行った時にでも錬金術師のストレイヤ氏にベリアの葉から魔法薬を作るレシピがないか聞いてみるか後日彼らの店を回った時に秘蔵の品というものをいろいろと見せてもらうことができた中でもアリワの銀剣というのが人気の品らしい 金剣というには灰色の剣だったが、迷宮都市で作られる魔物素材の魔剣の中では、一番難易度の低い品だそうだ。迷宮ありの羽から作るもので、虎座優也の資料の中にもあったので、一度作ってみよう。一番期待していた魔法のスクロールは、シーメン磁石が一手に下ろしているので、公と以下のラインナップだった。面白いことに、大抵の探索者たちが持っている天下棒だが、近隣の伯爵領や小国では高値で売れるらしい。 クズでも作れるので、迷宮都市では、半人前の職人によって量産されていて、安いのだが、他の領地では、他の魔法道具同様に、一人前の職人がちゃんとした等級の魔角で作るから、高くつくのだそうだ。フェリアの実とは関係ないが、工作夫人から都市外にある実験農場の再開発を依頼された。先代の大使が、小さな水源のそばに、小麦の実験農場を作ったらしいのだが、実りが悪く放棄された場所らしい。 ちょうど、黒として助けた奴隷の子たちの就職先を探していたので、渡りに、船とばかりに、その農場開発を承諾した。農場後に救っていた探索者くれの盗賊たちは、ポチとタマに従躙され、犯罪奴隷として炭鉱へと連行されていった。土地が痩せていたので、ここでは、傷やくように、ベリアの実、食用に、マメレートトマトを栽培してもらうことにしよう。特に、トマトの量産に期待している。 フェリアの実で作る回復薬だが、ストレイヤ氏に現物を見せて相談したところ、さらさらとレシピを書いて渡してくれた。エルフの里では有名なレシピだそうで、当たり前すぎて、トラザユーヤも資料に残していなかったらしい。迷宮都市に戻って早速試作して、養成所の生徒たちに効果を確認してもらった。特別効果が高いわけでもないので、公開しようか。せっかくなので、レシピを書いた紙を宝箱に入れて、迷宮のあちこちに隠してみた。 新米探索者たたちちへのちょっとしたサプライズだ。レシピはナンバリングして複数のピースに分けて宝箱に入れてある。サンプルのベリアの回復薬も一緒に入れてあるので、レシピが本物だとわかるはずだ。念のため、レシピを1セットだけでなく6セットほど用意しておいた。5日後に最初の1枚が見つかってから、迷宮都市はちょっとしたお祭り騒ぎになった。もうしばらくすれば、低レベル層にも。 安価な回復薬が広まってくれるだろう。そんなことを考えながら迷宮都市の周辺に自生するベリアを楽しそうに狩る子供たちを見守った週の36刻意の男サトゥーです大きな作業を行う場合はするべきことをリストアップして優先順位をつけていくとはかどります優先順位をつけるときに依存性を考慮に入れ忘れると破綻するので注意が必要です工程への完成度チェックをする作業が 皇帝への作成より前にあっても意味がありませんからね。いかがですかな、ね、奴隷召喚は、王都に数あれど、これほどの品揃えを誇るのは、我がオリエルド商会のみでございます。商人の合図で部屋に入ってきたのは、十人ほどの美女や美少女たちだ。全員、竹の短い薄物を一枚羽織っているだけなので、なかなか眼福だ。俺は計画に必要な、とあるスキルを持つ人材を手に入れるために、王都まで足を運んだ。 オリエルドシンガリ、我は知識奴隷を買いに来たと言ったはずだがええ、もちろん、そうですとも。この娘たちはいずれも文字の読み書きができますし、それ以外のお勤めもしっかり教育してあります。娘たちのスキルをもう一度確認する。シガ王国語のスキルがあるのはセルシオークの元貴族の娘たちだけなので、スキルでは判断できない。セルシオークという国は、確かめネア王女の元婚約者がいた国で、 イタチ人族に滅ぼされたはずだ。順番にチェックし、目的のスキルを持つ娘がこの中にいるのを確認する。奴隷商人が、娘たちのスキルやアピールポイントを順番に説明するのを、けだるそうなポーズで聞く。右から2番目と3番目、それから、左端の娘、そうだな、そっちの赤毛の娘も残せ。はい、かしこまりました。10分ほどかけて説明が終わったところで、目的の娘とダミーの3人を残して退出させる。 ダミーに、元貴族の娘たちと生活魔法が使える娘を残した。奴隷商人が合図すると、娘たちは、まとっていた薄物を脱いで床に落とす。いや、元服だけど、そういうサービスは求めてないから。それぞれの値はいくらだ。はい、この元公爵霊長が、金貨300枚となります。小国とはいえ、王家の血を継いでおり、スキルも、礼儀作法だけでなく、志賀王国語と詩吟を持つ、優秀な娘です。 どことなく気が強そうな娘だ。色白で胸は普通だが、腰はなかなか暗算型だ。金髪の豪奢な巻毛が、色っぽく体にまとわりついている。17歳。レベル4だ。こちらの元伯爵霊長が、金貨200枚となります。先ほどの娘よりも、血筋では劣りますが、従順で体つきも立派なので、色々とお役に立つでしょう。こちらの気弱そうな娘は、D カップ近い立派なサイズの胸をしており、 やはり色白だ。銀色の柔らかそうなストレートロングの髪型をしている。瞳は綺麗な青色だ。スキルは、礼儀作法とシガ王国語の2つ。16歳。レベル3だ。ここまでは、前座、次が本命だ。これは、もともと劣勢伯爵のお城で、紋章官をしていた娘です。劣勢伯に無礼を働いたとかで、奴隷落ちしております。やや体つきが幼いですが、 この氷のような透き通った美貌は将来化けることを受け合いです。スキルは文章学に命名と地味ですが、文字の読み書きはもちろん書類整理にもたけているので、きっと小人間のお役に立つことでしょう。値段は少々安めで金貨30枚となっております。この人生を諦めきったような死んだ魚の目の娘がこの召喚にわざわざ足を運んだ理由だ。ペイ族に捕まっていた情号スキル持ちの娘たちの名前を変えさせて、 他の都市に潜伏させようと考えたわけだ。容姿は、奴隷商人が褒めるだけあって、なかなかの美少女だ。系統は違うが、アリサやミヤナミの美少女と言えるだろう。胸は薄いが、A カップ程度はある。髪は金色だ。薄い唇と、焦点の緩んだアイスブルーの瞳が、少女の正気のなさを助長している。名前はティファリーザ。15歳。レベル5だ。称号は、オリエルドの奴隷となっているが、 隠し称号に、陰銀無礼、無礼者などがある。この称号を見ると、別の命名スキル持ちを探した方が良い気がしてくる。こちらは呪い師の娘で、先ほどの元紋章官と同じく、列星諸博のお城で、貴族様方にお仕えしていたものなのですが、やはり粗相があったそうで、奴隷に落とされております。ふむ、生活魔法が使えるのなら高いのだろういえ、そこは、金貨50枚程度に抑えさせていただいております。ふむ、 連続で何回ほど魔法が使えるのだ ?2 回ほどと聞き及んでいます。この娘は生活魔法が使えるがレベルが2しかない。おそらくギフトで得たのだろう。先の3人に比べると、おトルが十分可愛いと評していいレベルの容姿をしている。赤毛に焦げ茶色の瞳をした16歳の娘だ。名前はネル。背は俺と同じくらい、胸のサイズはルルと同じくらいのようだ。やや、 腰回りが細い気がする。紋章感と呪いし、二人で金貨30枚なら買おう。没落貴族の娘は、容姿や血筋はなかなかだが、身の回りの世話をする者が必要になるようなら、不要だな。二人の相場の合計が金貨48枚ほどだったので、少し休みに値切ったのだが、奴隷商人は、そのままの値段で交渉が成立した。そのまま、契約コントラクトスキル持ちの担当者がやってきて、奴隷売買が完了する。 2人の称号が、ちゃんと黒の奴隷になっているのを確認した。帰りにすれ違った奴隷を見て、奴隷商人にいっぱい食わされたような気になった。その奴隷は、命名スキルを持ち、相場は、わずか金貨2枚しかしなかった。この奴隷召喚には、3人の命名スキル持ちがいたのを知っていたのに、少し失敗した気分だ。一方で、生活魔法が使える奴隷は、寝ると、さほど値段が変わらなかったので、魔法使いは、 容姿ではなく、能力で判定されるのだろう。それでは、黒様、奴隷がご入用の際には、ぜひ当昇屋か頼いでください。ああ、その時は真っ先に寄らせてもらうよ。もみ出をしながら見送る奴隷商人に、社交辞令を返し、店の前に手配させておいた辻馬車に乗り込んで、宿に向かった。宿の部屋に入り、宝物子アイテムボックスから、ワンピースとサンダルを取り出して、ベッドに置く。絹ずれの音に気がついて、後ろを振り返った。 なぜ、君たちは服を脱いでいる。まあ、いいか。この子たちの裸なら、さっきの奴隷召喚でも見たしね。生活魔法で表せる必要がない程度には清潔だ。こちらの服に着替えろ。この宿はすぐに引き払う。承知しました。はい。女の子が服を着替えるのをまじまじと見るのもなんなので、宿を引き払う旨を記した手紙を書いて、テーブルの上に置く。もちろん、宿代は先払いしてある。 着替えの終わった二人を連れて、二つの中継地点を経由して、スタの館の地下室へと転移した。途中の中継地点は、戦火でオートに向かったときに、大体300キロごとに設置してある。もちろん、オートの近くにも、転移用のポイントは作っておいた。オートではクーデターは発生していない。未然に防いだのか、そもそもクーデターが起こるかもしれないという考え自体が、既有だったのかはわからない。念のため、薬のある場所を調べたが、 普通に、軍施設の薬品庫の中だったので、ただの備品の可能性がある。大使やギルド長から報告が届いているはずなので、わざわざ俺が出しゃばる必要はないだろう。転移魔法、無栄章、ご主人様は、佐賀帝国の勇者様なのですか違う。我が無栄章を使えることを他言することを禁する。これは命令だ。承諾の返事を返す二人の首から、冷俗の首輪を外す。 二人は犯罪奴隷という扱いだったので、霊族の首輪をつけていた。えどうして外れたっすかそんな、行為の魔法使いでも、専用の鍵なしには儀式が必要なのに。驚く二人を連れて、応接間に行く。黒様、お帰りなさいませです。その者たちが霊の人材ですかそうだ。黒様、お帰りなさいませ。ポリナ。 統合スキル持ちの5人以外を中庭に集めろ。エリリルは、館内に残っている娘たちがいないかチェックしろ。ポリナの差し出すお茶を受け取りながら、指示を出す。奴隷2人は、この場でお茶を飲んで待機しているように命令して、俺も中庭に向かった。探索者いたるよ、集合しろ。お前たちが、迷宮内の安全を保つのだ。そう宣言して、武装した47人の探索者たちを連れて、迷宮に転移する。 もちろん、長杖を持って、ダミーの栄章までつけた。ここは、第一区画だ。魔物はまず出ないが、迷宮出口への大階段と、ここの間の護送を頼む。隊長には、第一陣の護送を頼んだ。愛よ、黒様。ちゃんと、米族たちのところから逃げ出してきたって言うよ。その言い訳に信憑性を持たせるために、この2日間ほど入浴をさせていない。彼女たち、探索者の装備は、 米族たたちから取り上げたものだ。比較的、程度の良いアリ鎧や骨鎧を与えてある。隊長には、面倒な任務を頼む代わりに、特別に、アリワの銀剣という魔法剣を与えた。これは、アリの羽をベースに作る武器で、レシピ通りの加工をすることで、透き通った銀色の剣になる。魔力を通していない状態では、鉄剣よりやや脆いが、切れ味の鋭い魔法の武器となる。虎座優也の資料にあったもので、迷宮都市では、 それななりにメジャーな魔剣らしい。大体金貨30枚くらいの品だ。7時で作ったので作者名は鋳造魔剣同様に空欄になっている。鋳造魔剣よりコストが安いが作成に手間がかかるので頼まれない限り二度と作ることはないだろう。続けて人数の多い運搬人たちを2回に分けて転移する。最後に主人が生存している奴隷たちを転移した。彼らには個別に護衛をつけて5つのグループにして。 迷宮を脱出させた。迷宮経由で解放した者たちには、当座の生活資金として、大同化5枚ずつを与えてある。少し少ない気もするが、ポリナに言わせると与えすぎらしいので、それ以上与えるのは止めておいた。さて、スタの間には、調合スキルを持つ5人を除いて、8人の探索者と多くの奴隷たちが残っている。残った奴隷たちは、主人なし状態になっているので、主人になってほしいと頼まれている。 独り立ちできそうな職人系のスキル持ちは解放して、残りのものは何か手に職をつけさせてから解放しようと思う。探索者で残ったのは、シガ王国の貴族や他国の貴族だった娘たちだ。ペイ族のところから脱出したという噂が立つくらいなら、死んだ方がマシだと泣き叫ぶので仕方なく置いてある。さて、次のステップに進もうか。10三37国位の男2、サトゥーです。太古の通信手段といえば、 のろじや電書バトでしょうか早馬や飛脚なんかもありますが、ネットやメールのような即時性は望むべくもありません。異世界には魔法がありますが、通信手段はさほど普及していないようです。調合人の娘たちを連れて応接間に行く。もう一度確認する。名前を変えて別人として生きていく覚悟はできたのかはい、お願いします。5人の娘たちが幾度を恩に、 承諾の言葉を返してきた。ティファリーザ、この5人に新しい名前を付ける。順番に、アン、ベス、クリス、デビー、エミリーだ。アブクスの順番につけたのは秘密だ。3人目の名前を付けたあたりで、ティファリーザが丸く切れを起こしたので、魔力上とトランスファーの魔法で補充した。名前を付けた5人を、迷宮都市に一番近い古沢市に用意した隠れ家に連れて行く。元奴隷のクリスとエミリーは、 一旦奴隷にした後に解放するという面倒な手順を踏んでから自由民にする必要がある。古沢市の奴隷商人のところで手続きを済ませてから、他の案、ベス、デビーの3人と一緒に身分証を発行してもらった。身分証を発行してもらうときに、少しぶられたが、衛兵に銀貨を握らせて事なきを得た。では、この表に書いてある通りの品を作成してくれ。はい、クロ様。文字の読めるベストクリスに、レシピの束を渡す。 彼女たちには、この隠れ家と当面の生活費を提供する代わりに、作成が面倒な中間素材の作成を頼んである。元奴隷のエミリーは剣スキルを持っていたので、ご信用に、鉄剣を一本渡しておいた。次に、古沢市の向こうにある分岐都市ケルトンの隠れ家まで、奴隷たちを連れて行く。そこそこ広い邸宅だが、さすがに55人は入りきらないので、20人ずつだ。無栄商をごまかすのが面倒だったので、 目隠ししと耳栓をさせて転移した。一番小さな奴隷召喚を訪れる奴隷たちは隠れ家に待たせたままだ誰かいないかそんな大声出さなくても聞こえるぜこちとら耳はいいんだ。頼みがあるもう任せときな金髪巨乳でも銀髪幼女でも好みのタイプを仕入れてきてやるぜ変わった思考があるなら先に言っておけよちゃんと仕込んでやるからな 計算尺を出しながら楽しそうに売り込みをかけてくるくたびれた中年奴隷商人に待ったをかける。主人を失った55人の奴隷たちがいる。彼女たちの主人を我に契約コントラクトさせること、そして25人をその後に奴隷の身分から解放すること、その2点の作業を依頼したい。それらの手続きに必要な処刑費込みで金貨20枚の報酬でどうだ引き受けた。やるやる。 そんなおいしい仕事を他人に任せられるかってんだ。よかろう、では、ついてこい。留守番を奉公人の少年に任せて、よそ行きの街灯を着て、奴隷商人家店から出てくる。辻馬車に彼を乗せて、隠れ家に連れて行く。よくある陰謀物のように、奴隷商人氏には目隠しをしてもらった。別にバレても問題ないんだが、変に不意調されても良いことはないからね。15人ほどの契約コントラクトで、 奴隷商人が丸く切れを起こすので、魔力回復薬を飲ませて、休み休み作業を続けさせた。休憩ごとに契約の終わった奴隷を、スタの館へ連れて戻り、新しい奴隷を連れてくる。奴隷商人もいぶかしそうだったが、目の前の金貨に負けて、無水な質問はしてこなかった。主戦の万歳だ。帰りも、目隠しをして、奴隷召喚まで送り届け、約束の金貨20枚と。 ボーナス代わりの古沢市で買った高級志賀酒をプレゼントした。なぜか、酒を受け取った奴隷商人の顔が引きつっていた。よっぽど疲れたのだろう。うまい酒でも飲んで、いい夢を見てほしい。さて、解放奴隷たちの扱いだが、彼らは生産系のスキル持ちなので、市内の空き地に長屋兼工房を建てて生活させようと思っている。土地の買い付けと仮設長屋の建設手配は、 救出した探索者たちと一緒に外に出たポリナに依頼してある。長屋ができるまでは探索者用のキチン宿で寝泊まりさせる手はずだ。また、主人持ちの奴隷23人のうち18人が出戻ってきている。迷宮から救出した奴隷は元の主人に優先権があるのだが、迷宮で救出した奴隷は連れ出した探索者に謝礼という名目で新規購入と同等被額を支払う必要がある。出戻りの18人は主人が、 その謝礼を拒んだという話だった。現在はポリナを仮の主人として登録させてある。出戻り及び未開放の奴隷たちは職人長屋で見習いとして働かせるか迷宮で探索者をさせる予定だ。どちらを選ぶかは本人の希望を聞いて決めようと思っている。後日、建築された生産長屋が俺がサトゥーとして探索者育成に使っている空き地の近くだったのは単なる偶然だ。 迷宮に入るために必要な気象を手に入れに、東ギルドに向かう。ギルド登録を頼みたい。普通登録でいい。は、はい。申し訳ありませんが、その仮面をお取り願えますかそれとお名前をお願いします。ああ、すまない。名前は黒だ。俺は、目元を隠していた黒いマスクを外して名乗る。声は変声スキルで、渋めの声に変更してある。声優の人がワミカル氏の声をイメージしてみた。 これが希少になります。説明は不要だ。マニュアル通りの説明をしようとする女性職員を遮って、気象を片手に、ギルドを後にした。東西のギルドを結ぶ馬車が来ていたので、新人探索者らしき少年たちの後ろに乗り込む。俺の装備が珍しいのか、しきりに後ろを振り向く少年を、もう一人がたしなめている。ベテラン風の中年探索者3人が乗り込んできて、定員になった馬車が発射する。よう、兄ちゃん、その武器は、 銃じゃないのかよく知っているな。そうだ、マスケット銃という先米式の古い銃だ。やっぱり、そうか。地元の守護様の館で見たことがあったんだよ。守護王国での銃は最新武器ではなく、どちらかというと、何百年か前に廃れた古い道具という鯉だ。命中精度が低かったのと、硫黄の入手が難しかったのが理由らしい。俺の持っている魔法炭銃のような。 魔法道具としての銃も出回っていたらしいのだが、ひつや雷杖と呼ばれる軍用の魔法道具の方が人気が高かったため、そちらも廃れたらしい。そんな骨董品で大丈夫か大丈夫だ、問題ない。撃つ予定もないからね。探索者の数だけ、種類があるせいか、中年探索者たちもそれ以上は詮索してこなかった。さっきから、後ろをちらちら振り返る少年だけがやや不快だ。言いたいことがあるなら、 さっさと言えばいいのに。何か用かなあなあ、一人だったら、俺たちと一緒に迷宮に入らないか俺たちも共登録したばかりなんだ。なんだ、仲間に誘いたかったのか。すまん。せっかくの誘いだが、迷宮前で待ち合わせをしているのだ。そっか、残念だ。だから、やめとけって言っただろ。用事がなければ同行してもよかったのだが、今回は、 米族の運搬作業があるから無理なんだ。おいおい、今日は迷宮前が賑やかじゃないかああ、あんなに若い娘たちばかりが集まるなんて、中層から赤鉄の連中が戻ってきたんじゃないかあの数だと、ベニの貴公子目当ての娘たちだろう。あやかりたいねから。高レベルの探索者が少ないと思ったら、中層を攻めていたのか。娘たちの一人が俺に気がつき、仲間たちに知らせる。黒様。 お待ちしてました、黒様。同情していた少年たちが、え黒様ってえと、妙に取っている。そういえば、落ち着きのない彼の名前は、ケロウンだった。ちょっと似ているね。口々に、出迎えの声をかけてくる娘たちは、言うまでもなく解放した探索者たちだ。馬車の周りに人が集まって動けなくなったので、途中で降ろしてもらって、みんなを引き連れて、迷宮へ向かう。黒様、総勢47名。 準備万端でお待ちしていました。あるはの銀券を下げた隊長さんが横に並ぶ。47人とか、まるで夜功老士みたいだ。前回の転移ポイントまで団体で移動して、彼女たちを残して、米族を運搬しに転移した。百はお前ら、今だ、全員でかかれば勝てるぞ。うーおうおう。米族たちの数が10人ほど減っている。どうやら、 目争いがあったらしい。いくらなんでも血の気が多すぎるだろう。面倒がらずに、複数の牢屋を用意するんだった。武器を取り上げた後だったからか、スリングもどきを作って投石してきたり、何かの骨と石で作った即席の石符で襲いかかってきた。その発想と努力を、真っ当な方面で生かせよ。意外に正確に飛んでくる石を、米族たちもろとも誘導機絶弾リモートスタンの三連射で排除する。 一人当たり三発ほど当てたので、当分起き上がれないだろう。これで第二陣を連れに、クルジは、静かにしていてくれると面倒がなくていいのだが、同じ米族に殺されてしまった元盗目二人を含む十体の死体を、先ほど襲撃に参加しなかった米族たちに布を渡してすまきにさせる。気絶した米族たちを、十人単位で縛って連結させ、女探索者たちの末第一区画に転移させる。米族たちを起こして地上へ連行させる役目は、 女探索者たちに任せた。起こすときに、やや乱暴な行いがあったようだが、境遇を考えれば殺さない程度なら黙認しようと思う。魔剣で魔力を回復させながら、ピスト入走を続け、死体を含む262名の米族の男女を運搬した。殺人などの重犯罪を起こしていない38名は、仮設牢屋に残してある。今連れて行くと、他の米族たちとジッパ一からげに扱われそうだったからだ。後日、 ソーケル卿を王国に突き出す時にでも、一緒に連れて行こう。時間ができる度に過失していたら、いつもの2倍郷に膨れ上がったので、二話に分割しました。週の38国位の男、3。サトゥーです。偽名というと、怪盗や詐欺師など、犯罪者が持つものという印象があります。真っ当に生きていたら、偽名なんて使う機会はないからかもしれない。ペンネームやハンドルネームも、偽名の一種と言えるのに、 受ける印象は大きく違いますね。黒様、米族262名を探索者ギルドまで連行しました。ギルド長がお呼びです。そうか、すぐ行く。隊長さんの報告にうなずきながら、俺は、死の通路を迷宮都市に向けて進む。隊長さんは、スミナという名前の27歳の女性だ。赤毛のライオンヘアで、太い眉に、厚い唇をした迫力のある肉食系の女性だ。美人とは言えないが、 不思議な魅力のある人だ。彼女と連れ立って、西ギルドのギルド長の部屋に行く。俺の顔を見るなり、ギルド長の指示で、隊長さんは、部屋の外に追い出された。やっぱり、あんたか。ふん、あの放火魔老女が、ギルド長だったとはな。もう少し場所を考えた魔法を使いたまえ。余計なお世話だよ。俺は、黒として尊大な口調で、ギルド長と話す。あんた、ソーケルのやつを脱獄させたらしいじゃないか。 ギルド長としては、ここであんたを捕獲するべきだと思うんだけど、どうだいくだらない腹の探り合いは結構だ。やつなら、安全な場所に保護している。尋問したいならさせてやるし、暗殺者や身内からの毒殺を防げる安全な場所をギルドが用意できるのならば、身柄を引き渡そう。ギルド長は、俺に負けじと偉そうな態度で脅迫してくる。正直なところ、総桂峡を保護しているのは、 顔見知りを無意味に死なせたくないという理由だけだ。ギルド長が責任を持つなら喜んで押し付けよう。あんたの後ろにいるのは誰なんだい天空の剣の主だ。ほう、答えるとは思わなかったよ。まさか、後ろにいるのが王家とはね。いや、七死の部下だと言いたかったんだが、変な風に解釈したようだ。それで、迷宮の魔人役の畑は全部押さえたのかいああ、 やつらを釣り出す餌にしようと考えて、畑を焼いたりはしていないが、密造畑で働いていた者たちは全員解放した。やっぱり、あの連中を助け出したのはあんたかい。ネリナリ餅や調合餅がいなかったみたいだがネリナリ餅はいなかった。調合餅は、然るべき場所に移送済みだ。ギルド長は、俺の回答に満足したようだ。どう誤解したかは輸送できるが、訂正する気はない。それで、あんたは、 しばらく迷宮都市に滞在するのかいいや、もともとは、知り合いから、米族なるやからやからを退治してくれ、と頼まれたから寄っただけだ。近いうちにまた来るつもりだが、当分の間は王都にいるつもりだ。そうかい迷宮資源大臣としちゃ、勲章の一つもやりたいところだね。不要だ。そう告げて、ギルド長の部屋を出る。部屋の外で心配そうにしていた隊長さんに、心配不要と告げて。 ギルドの会計によって賞金を受け取る。金貨400枚近くになった。デタマン並みの奴が2人いたそうだ。隊長さんたちに金貨1枚ずつを配って解散を指示する。幼稚買取などを頼んでいたポリナにその代金を渡して決済を依頼した。ティファリーザ、俺に新しい名前を付けろ。はい、どのようなお名前をお付けしますか感情の読めない性質な眼差ざしで聞いてくる彼女に、 適当な地球のの偉人の名前を挙げて付けさせるご主人様、名前をいくつも付けても、最後の名前以外は意味がないのですが、それでも構いませんかああ、構わない。コクリとうなずくと、落ち着いた静かな声で、命名の呪文を唱える。命名ネームオーダー。トリスメギストス。詳細は忘れたが、トリスメギストスは、有名な錬金術師の名前だったはずだ。命名を終えたティファリーザが、 げな顔で首をかしげているご主人様、申し訳ありません。先ほどの命名は失敗したかもしれません。特に落ち込んだ様子も、なく淡々と告げる彼女の言葉を確かめるために、メニューを開く。確かに、公友欄の名前は黒のままだ。念のため、公友欄やステータス欄の名前の選択肢を確認すると、トリスメギストスの名前がちゃんと増えていた。力のあるものに名付けられた名前は、 後から上っ書きできない場合があるのです。そんなことを知らないティファリーザが、命名が失敗する条件を補足してくれる。黒の名前をつけたのが、黒竜平論だから仕方ない。失敗しても構わないから、次の名前を命名しろ。はい、そう仰せるのであれば。若干不服そうなトゲが言葉に乗ったが、すぐに淡々とした調子に戻って、機械的に命名を続ける。途中に、何度か、魔力上とトランスファーで魔力を補充しながら、 10種類ほどの名前を付けさせた。さて、ティファリーザとネルの今後だが、に人とも何かしたいことがあるか叶うならば、故郷の両親の安否が知りたいです。そういえば、彼女たちの故郷は魔族に滅ぼされたんだっけ。よかろう、レッセグ伯爵寮には転移ができぬが、調べてきてやろう。ティファリーザから、両親の名前とレベルやスキルなどの特徴を聞く。両親も、彼女と同時期に奴隷に落とされたそうだ。 ネルは、親兄弟と死別した後らしく、特に、故郷に思い入れはないようだった。ネルは望みがないのかそうっすね。いい加減、生殺しが続いているので、早く抱いてほしいっす。アリサと同じ肉食系女子か。なんだ、欲求不満かち、違うっすよ。こちとら正真正銘の生娘っすから。二三年したら解放してやるから、それまで大事に取っておけ。いつ 主人から体を求められるかわからないのが不安だったらしい。無理に散らすこともないよね。わざわざ言葉にして主張する気はないが、女が抱きたいなら、召喚へ行くよ。解放ですか確か私たち2人で、金貨30枚近い金額だったはずです。それほど高価だった奴隷を解放するなんて、聞いたこともありません。確かに、50、60過ぎの年老いた奴隷が解放されるという話は、聞いたことがあるっすけど。あれは、 どっちかっていうと、捨てられるって表現がぴったりっすから。そんなに珍しいのか生粒氏で、奴隷商人の青年も、そんなことを言っていた気もする。ネルもティファリーザも、特にやりたいことはないそうだ。強いてあげるなら、仕事を与えてほしいと言われた。まあ、やりたいことができたら言ってこい。それまでは、この本で、魔術の勉強をしろ。ティファリーザ、わからないところは、ネルに教えてもらえ。はい。 ご主人様。わかったっす。ティファさんを、一人前の呪いまじないしにしてみせるっすよ。うむ、いい返事だ。ネルには、滑り魔法と水魔法、土魔法の入門書、ティファリーザには、生活魔法の魔法書を渡してある。うまく、ティファリーザが魔法を覚えられれば恩の字だが、そこまで期待しているわけではない。いずれ、暇ができたら、彼女たちを連れてパワーレベリングしてみるつもりなので、そのための布石だ。 さて、早速講義を始めたネルを置いて、俺は、古ウ市の郊外に転移する。そこから、戦火で空を飛び、レッセウ伯爵寮に向かった。途中の山中で、王国軍を蹴散らしているドラゴンっぽい魔物を見かけた。アヤムグラモチガウディモールという巨大な魔物だ。ドラゴンから羽を取って、尻尾を二股に割り、頭に、極彩色の襟巻きをつけたような姿だ。レベルは47もあるので、なかなか強敵みたいだ。 街道を封鎖している理由って言うのはあれのことなんだろうか仕事を横取りするようで悪いが紫髪のナシスタイルに変身して遠くからクラウソラスで始末した。これで街道の封鎖が解けるといいのだが途中に何箇所か転移用の刻印板を設置する。レッセグ伯爵寮の手前にあるゼッツ伯爵寮の都市近郊にも刻印板を設置しておいた。ゼッツ伯爵寮の都市で意外な人物を見かけたが サトゥーとして会いに行くわけにもいかないので、次の機会を待つとしよう。そのうちに迷宮都市かオートで、会えるだろう。その日のうちにたどり着いたレッセ勢伯爵寮だが、残念ながら、ティファリーザの両親らしき人物はいなかった。もちろんマップで検索したので、間違いはない。念のため、隣接する3つの伯爵寮と2つの隣国でも検索したが、該当者はいなかった。少し気が、重いが、探索を終了し、迷宮都市へと帰還した。 事実を告げられたティファリーザは、一言、ありがとうございましたとだけつぶやいて、寝室へと消えた。今日は好きなだけ泣かせてやろう。ティファリーザのフォローは、ネルとレリリルに任せて、俺は屋敷へと戻った。おカりから。地下室の扉を開けて出てきた俺を、タマが見つけて出迎えてくれる。少し遅れて墓地も駆け寄ってきた。今日は、ラザニアとグラタンでチーズ祭りなのです。おう、それは楽しみだ。 体をよじ登ってくる玉が落ちないように手で支えながらポチを腕にぶら下がらせてやる。おかえり。あら、おかえりなさい。見てたわよから、ご主人様らしくない派手なことをしたわね。ただいま。あれくらい派手にしたら、誰も俺を連想しないだろうリビングでくつろいでいたミーアとアリサの横に腰掛ける。ミーアが、俺の膝にダイブする前に、玉が、素早く、肩車の姿勢から、俺の首に手をかけて。 クるりんと膝に着地した。ポチがたまに代わって、よじよじと肩車ポジションに移動している。む。予約済み。そんな予約は、受け付けていないよ。今日ので大体は片付いたの大体はね。そうける今日の後ろにいる黒幕退治と、スタノ間に残っている、奴隷たちの自活手段を確保するのが残っているくらいかな。前者は、王国側になんとかしてほしいところだけど。 報告会議くらいまでに片付いていないようなら遠慮なく介入させてもらおう。食堂で、ルルの作った熱々のラザニアを食べながら、子供たちの訓練の見学に行っていたリザから報告を受けた。なかなか跳ね返りが多いようで、イルナとジェナの2人も苦労しているようでした。今日から子供たちと一緒に、訓練場に天幕を張って寝起きするそうです。なるほど、晩酌用に妖精ブドウシブラウニワインでも差し入れてやるか。 屋敷のメイド見習いの子供たちも、見てるな女子にみっちりと仕込まれているらしい。休憩時間に、ルルたちが、学習カードや魔力コマなどで、文字や魔法道具操作を教えていたと楽しそうに報告してくれた。さて、明日からは、久々にみんなを連れて、迷宮でのレベル上げをしよう。10三39修行。サトゥーです。どんなに切れるメスでも、マグロの解体には使えません。多少切れ味が落ちても、 相応の長ささと大きさが必要なのです塔なのです。ポチの小さな体育が、一般民家に見聞ほどもある大きな魔物に突貫する。今、ポチたちが戦っているのは、レベル39のトゲコブトカゲメイスリザードという、この区画最強の魔物だ。頭にトゲの生えたコブが無数にあり、そこに突進するポチは勇者といえる。ポチの昭和剣が、根元までトゲコブトカゲの頭に刺さっているというのに、 聞いい。た様子がないトゲコブトカゲは巨大な頭を振ってポチをペイッとばかりに部屋の隅に振り落とす頭が大きければ賢いというのは都市伝説だと告げますアリサ強化魔法をミーヤ奴の口をこじ開けてくださいんオッケーポチに追い打ちの尻尾攻撃をしようとしていたトゲコブトカゲが7ナナの挑発に惹かれて体の向きを変えるルルの魔法から打ち出される魔力団は トゲコブトカゲの体表を削するばかりで、致命打にはならないようだ。玉の双剣も同様で、分厚い体皮をえぐるばかりで、ダメージが薄い。ミーアの新魔法、膨張弾バルーンショットが、トゲコブトカゲの口をこじ開ける。元からある水分を利用する、急膨張バルーンよりも必要な魔力が多いが、この魔法は、自前で必要な水分を生み出すので、使い勝手がいい。この前、ミーアに頼まれて作った呪文だ。強化いくよから。感謝します。 カリサの強化魔法がリザにさらなる力を与える。体の内側から湧き上がる熱量に応えるように、リザが、劣白の気合とともに技名を叫ぶ。叫ぶ必要はないんだが、強化魔法を受けた後のリザは、テンションが上がるのか必ず叫ぶ。窓か道ラ戦脚。リザのまやりから漏れる赤い光が、リザの全身を包んだ。ドンという空気を割るような音を残して、その姿は、 十数メートルを一瞬で駆け抜けていた。マヤリと自身を一本の武器のように見立てて、トゲコブトカゲの体を貫く。無茶な技だ。すごい。さすがリザさんね。皇帝。突撃は勇猛だと告げます。クモの巣まみれになって、とぼとぼと帰ってきたポチを生活魔法で綺麗にしてあげる。ポチもお疲れ様。ご主人様、もっと大きな武器が欲しいのです。珍しくポチが。 わがままというか、要望を出してきた。実は、敵のレベルが35を超えたあたりから、ポチや玉の武器が短すぎて、敵の外皮を突破できない事態が増えてきていた。俺も、昨日から、二人の新しい武器を作り始めているのだが、さすがに一晩では完成していない。ストレージから、既存の色々な武器を出してみる。普通の長剣でも使ってみるかい。いっぱい。大きい武器なのです。 目をキラキラさせたポチが、俺の取り出した片手剣、片手半剣、大剣、大土、長層を手に取っては、振り回して眼色を試している。どの武器も軽々と持ち上げているのだが、ポチ自身の体重が軽いため、どうしても武器を振り回すと、歓声をうまく吐けないようだ。ご主人様もう一本出してから。玉が、大土を片手に、もう一本をねだってきたので、出してやる。 ドワーフの里で振るったミスリル合金の大土に比べたら軽いけど余裕で玉自身よりも重い見てみてからコマ両手に大土を持った玉がくるくると大土を振り回してコマのように回るリザやポチに筋力で負けているから誤解しがちだが玉の筋力もなかなか高いアリサとルルが玉がコマとかブツブツ言いながら肩を震るわせていた壺に入ったみたいだ箸が転がっても楽しい年頃だし 仕方ないよ、ね、ううん、ふらふらするのです。ポチは、このやりハルバードみたいな長えの武器や大剣を使いたいようなので、体に重たい重しをくくりつけて、バランスを取らせてみた。ふらふらしなくなったけど、重くて動けないのです。重しを増やしすぎたか。動けないと言いながらも、ポチは、すりすりと重しを引きずりながら移動している。ウカラん、やはり、滑り魔法系の魔法の刃を生み出すタイプの剣を完成させた方がいいかもね。 武器の感想もだけど、20レベル後半くらいから、みんなのスキルのバリエーションが止まっているんだよね。後衛人はそれでいいけど、前衛は、もうちょい、技系のスキルを増やした方が良い気がする。武器を完成させるまでの間、エルフの里にでも戻って、新しい技でも学んでみるかい。修行ね。修行パートなのね。それを聞いたアリサの目が、きらりと光るわざわざ光魔法で、そんな効果つけなくていいから。 どこまで芸風を広げるのやら。乗り気なのはアリサだけではないようだ。最近の戦闘で、一戦あたりの戦闘時間が伸びてきたのを気にしていたリザやナナも賛成のようだ。滝に打たれてから雪山行軍なのです。少し方向性が違うが、ポチやマもやる気みたいだ。エルフの里もいいけど、今度は、仙人とか竜族の住む山とかで、就業もいいわよねから。そんなアリサのたわごとを聞き流しつつ。 エルフの里に向かうことにした。この地位と野郎を失礼なボルエナンの森には5回ほどの機関転移の連続行使で戻ってきた上級魔法の転移と違って機関転移では3 0 0キロほどが上限なので1回ではたどり着けないなのでなかなか大変だ人数が増えると消費魔力も増えるので流星雨一発分近い魔力が必要だったりするボルエナンの騎乗の家には びっくりした顔のルーアさんが出迎えてくれた。どうやら部屋の換気をしに来てくれていたらしい。もっとも、俺が転移してくるのには慣れているので、俺が挨拶すると、すぐに、普通に挨拶を返してくれた。こんにちは、サトゥアさん、今日は大勢なんですね。みんなの就業をさせてもらおうと思って、しばらく滞在させていただきます。はい、いつでも大歓迎ですよ。後ろでアリサが、今日はとか、耳ざとく。 ルーアさんの言葉尻を捉えてくるがスルーだ。反応してはいけない。川の流れのように華麗にスルーだ。はい、ポーアたちにも声をかけておきますね。そうそう、ネーアがバニラの抽出ができたって言ってましたよ。はい、それなら、昨日アーゼさんから、遠話で伺っています。今度は、アリサとルルが昨日のスケジュールを確認し合っている。うん、二人の記憶は間違いない。確かに、一日中、 迷宮で魔物と連戦していたし、俺も、その後ろで暇を見つけては、魔法道具を作っていた。その魔法道具は、遠隔地の奴隷たちと連絡するために開発しているものだ。向こうで緊急事態が起こった時に、連絡手段がないからね。ストップジャストアモーメント。なぜ英語だなんだ質問1、どうして今日は、なのあら、サトゥーさんなら、3日にあげずに戻ってましたよ。 どう言うべきか迷っている俺に弁明する隙を与えずに、ルーアさんが暴露してしまった。迷宮都市に向かってから、まだ、七から八回しか戻ってきてないのに。いつの間に。ムルルとミアが、上目遣いに、攻めるような視線を向けてくる。美味しい食材とか珍しい料理とかを見つけた時に、お裾分けしに戻ってきていたんだよ。これは事実。ゲボニとかキ,キトカゲの肉とか、バチリスクの燻製肉とかを手土産に持ってきていた。 他にも抽出方法の思いつかなかったバニラとかの相談をしに、ネイヤさんのところを訪れたりもしている。決して、アーゼさんに会うためだけに戻ってきていたわけではない。方法それで唐話ってあれ言ってなかったか俺の唐話や、アーゼさんの無限唐話ワールド本は、迷宮都市とボルエナンの距離くらいなら会話できるんだよ。聞いてない、とアリサたちに詰め寄られた。だって、 言ったら、ルティを連発するだろう気まずい空気を感じたのか、ルーアさんが話をそらしてくれた。そうだ、冷蔵倉庫にスプリガンの人たちが届けてくれた豆をしまってあるので、確認しておいてくださいな。もう届いたんですか、ありがとうございます、確認しておきます。豆って、まさか。ふっ、ふっ、ふっ。探索の得意なスプリガンの皆さんに。 ボルエナンの森の中を人海戦術で探してもらったのだよ。あとのお楽しみだよ。今日の晩ご飯の後にでも出すから、食べすぎるなよ。ついに、あれが来るので。ああ、早く晩にならないかしら。ねえ、時魂のコートか持ってないないよ。待ちきれないのはわかるが、あれは、別に、時間が早くすぎるアイテムじゃないだろう。みんなを、ボルエナンの森に残して、俺は、 墓地たちの新装備の開発にスタの館へ戻ろうとしたのだが、ミーアからマッタがかかった。レベル差、解消。エカラットアリサたちとのレベル差を解消したいから、迷宮に行きたいってことかん現在、ミーア以外の全員が、レベル35、ミーアがレベル27だ。アリサによると、エルフの必要経験値は、人や獣人のちょうど2倍くらいらしい。わかった、それじゃサクサク上げようか。 俺は、ミーアを連れて、迷宮都市へと向かう。転移間際に、サクサクだとというアリサの言葉が聞こえた気がしたが、空耳ということにしておこう。10の40修行に、サトゥーです。この世界には、レベルキャップというのはないようですが、極端に、次レベルまでの経験値が跳ね上がるせいで、成長限界があると錯覚する人が多いようです。俺たちが向かったのは、いつもの74区画ではなく、 コカトリスのいる69区画と、その隣の虫の楽園になっている109区画、水星の魔物の巣窟になっている104区画の3つだ。最初に向かったのは69区画。そういえば、コカトリスを倒すと言っていた豪華の牙の面々はどうしたのだろうミーアを抱えて74区画からほぼ戦闘なしで移動を終える。お姫様抱っこをしていたミーアを下ろそうとしたが、移動が怖かったのか、なかなか手を離してくれなかった。 は早いのよ。早すぎなの。速度超過は、事故の元だわ、危ないのよ。酔った時のように、饒舌なミーアが、人差し指を立てて迫ってくる。よほど怖かったのだろう。真摯に謝ったのが功を奏したのか、許すといつも通りの口調で許してくれた。石像。ああ、外見からして探索者だろう。コバサイズの鶏らしき生き物が、石像をついばんでいる。AR 表示では、 ヒヨココカトリスパピーとなっていた。コカトリスの子供だろう。レベルも20くらいしかない。コカトリスたちは獲物をイシカさせてから食べるのか、広間には石になった樹木や魔物がたくさん転がっている。この部屋にいるコカトリスは、レベル10から20くらいのコカトリスの子供に、レベル25から35の大人のコカトリス、それから、レベル50代の巨大なコカトリスのバンツガイがいる。ミーアのレベル上げを始める前に、スタン系の魔法で、 コカトリスの子供を蹴散らして石像を回収するミーアなるべく広範囲にダメージを与える呪文はあるかいんアラシストームミーアに世界中の杖を渡して呪文を唱えさせるこの杖は効果範囲の拡張性能が手持ちの中で一番優れているミーアの精霊魔法が広場を満たしてコカトリスたちにダメージを与えていくたった一度の魔法でミーアの魔力が3割ほど消耗していた コカトリスの子供たちは、ミーアの魔法で過半数が死亡し、残り半分弱も瀕死だ。俺も、自在剣を使って、コカトリスたちの首を踏んでて、ストレージにしまっていく。コカトリスは柔らかいから、脆い自在剣でも、スパスパとよく切れる。コカトリスをしまうときに、飲みらしき生き物が飛ぶのが見えた。ドスドスと足音を響かせて、巨大な偉大なるイシカオンドリコカトリスキングと、雄大なるイシカメスドリコカトリスクイーンが迫ってくる。サトゥー。 ああ、すぐ始末するよ。眷属を殺されて、怒りに燃えるコカトリス夫妻を、自裁剣で首を踏んねて仕留めた。夫妻をストレージにしまうと、羽に潜んでいた子猫サイズの飲みが周囲に散ったので、海運嵐で殲滅する。炎が天井付近まで伸びたところで、爆発が起こった。なんだとっさに、ミーアをマントでかばって、入り口まで退避する。む、熱い。ああ、ごめん。威力を加減したんだけど、 天井付近に可燃性のガスが溜まっていたみたいだ。これも罠の一種なんだろうか部屋の隅にタールの沼みたいな場所があった。その沼の表面がボコボコと泡立っていたので、あそこから湧いたガスが天井に溜まっていたのだろう。部屋にはコカトリスの巨大な卵もあったのだが、先ほどの爆発で割れてしまっていた。巨大なコカトリスを倒した場所に宝箱が湧いていた。迷宮で魔物を倒すと。 稀に宝箱が湧くと聞いてはいたが、実物は初めて見た。悪魔の迷宮で見たのはミミックだったしね。宝箱には、石化ガスの罠が仕掛けられていたので、ミーヤを退避させてから、7解除した。解除してから、ル力の手マジックハンドを使って、遠くから開ければよかったと気がついたが後の祭りだ。宝箱の中には、貨幣や宝石類、それから、いくつかの魔法の品が入っていた。ブグは探検が1本だけだったが、銀星の上に、 魔法の発動体としても使える一品のようだ。金属の価値だけでも金貨8から9枚ほどはあるだろう。魔法の品は虫除けの鈴と点火棒3本が入っていた。使い古されていたので迷宮で命を落とした探索者たちの遺品に違いない。宝石類の中には小さな秘石と雷石という魔法の触媒が混ざっていた。初めて見たが魔法道具のレシピ集によく名前が出ていたので知っている。 室エや雷杖という軍用魔法道具の素材に使うやつだ。探検はミーアに渡し、残りはストレージにしまう。その後、5つあったコカトリス部屋のうち、4つを根こそぎ始末して、ミーアのレベルが4つほど上がった。所要時間30分とか言ったらアリサに怒られそうだ。コカトリスたちは、比較的強めの個体が多かった上に一度に始末したので、連鎖チェーンボーナスが入ったようだ。 このゲームのような連鎖で取得経験値がアップする仕組みについては探索者たちとの飲み会の時にコシン氏から聞いたことがあるいわく短期間でたくさんの魔物を始末すると魔物からレベルアップの元になる力経験値のことだろうが拡散せずに倒したものに吸収されるので効率がよくなるのだと言っていたさてそれはともかくミーアが急激なレベルアップによる体のだるさを訴えてきたので 戦線復帰用の刻印板を設置して、別荘に帰還した。甘いものと水分を取らせてから、ベッドに寝かしつけ、俺は、作業部屋で、ポチたちの装備の設計を進めることにした。それほど、木を剣んてらったものを作る気はない。証券の延長線上に自在剣のような、魔力の刃を作る気候を追加したものを作る気だ。原稿の殻の回路を少し拡張するだけで作れそうだ。そういえば、アリサが前に言っていた、カリオンソードだかガレアソードだとかいう、 ジャバラ剣にするのももいいい。かもしれない実験だと強度が心配だが魔力の刃なら問題もクリアできそうだし作ってみようかミーアが目覚めるまでの間にポチの剣だけでなくたまたちの新武装の設計も進めたルルの新魔法の設計が少し難航したが魔力刀を利用することで砲弾の連射性を上げられそうだ夕飯までの間に109区画と104区画を根こそぎ殲滅してミーアのレベルを37まで上げることができた 予定では40レベルくらいまで上げたかったのだが、彗星の魔物の経験値効率が悪くて、あまりレベルが上がらなかった。3回目の休憩の時に、104区画の奥から中層へと伸びる回廊を探索してみた。中層へは、入り口すぐの1区画のほかに、66区画と104区画からも降りられるようだ。この3つの区画から降りられる中層は、内部でつながっていないようで、下層う降りるには66区画を経由しないといけないようだ。 位軸角から入れる中層には30から47レベルの探索者たちのグループが3つほど存在していた。10人ほどのグループが2つと70人近い大規模なグループが1つだ。中層の魔物は上層より平均して10レベルほど高いが、数は上層の半分もいないようだ。特に位軸角から入れる中層の魔物の数が少ない。上層と違い、中層の魔物たちは魔法スキルを持つ者が多い。中でも、 即死系のスキルを持つ者がほとんどの区画に存在するようだ。みんなのレベル上げに使うときは、即死系のスキルを持つやつは先にまびくようにしないと危なそうだ。ある程度の目星をつけ終わったところで、別荘に帰還する。もちろん、中層攻略用の拠点にする小部屋に刻印板を設置しておいた。サトゥー。お、もう起きてたのか。そろそろ、晩ご飯の用意があるから、ボルエナンの森へ戻ろう。みんなが待ってるしね。 む。アリサたちは、少なくとも3から4日ほど修行するはずだから、また明日続きをすればいいよ。頬をぷっくりと膨れさせたミーアを連れて、ボルエナンの森へと連続転移した。ただいま。お、お帰りなさい。ただいま、それからいらっしゃいアーゼさん。ん、アーゼ。キウワヤのリビングには、アリサとアーゼさんがいた。魔法書を広げて顔を突き合わせていたところを見ると、 アリサの質問にアージェさんが答えていたのだろう。頑張ってるみたいだな。わからねえ、えええええ。ちょっと、ミーアに何したのよ。レベル上げに決まってるじゃないか。あら頑張ったのね、ミーア。ん半日前のミーアのレベルを知らないアージェさんは、普通の反応だったが、半日で10レベルアップしたのを知ったアリサは、驚愕の表情で絶叫している。ちょっとうるさい。コカエリアとその奥のサソリエリア。 それから、その近くにあった、水星魔物エリアを一掃してきた。サソリは、需要競争ポーションくらいしか使いなさそうだけど、コカと魚は結構うまそうだったぞ。くう本気のパワーレベリングが、そこまでチートだったとは。このやり方だとレベルは上がるけど、戦い方が身につかないんだよね。実地の経験は、アリサたちと一緒に積んでいるし、これくらいのレベル調整はありだよね。へっ。コーヒー。 コーヒーのカップを渡されたアリサが、いはすそうな顔をしてカップを受け取る。ストレージから、もう一つカップを取り出してアーゼさんに渡す。ちょっとしたいたずら心が湧いて、砂糖の入った壺やミルクのピッチを出さないでおいた。そうだよ。アーゼさんもどうぞ。へえ、いい匂いね。紅茶より濃い色だけど美味しいのええ、仕事中はいつも飲んでましたよ。アーゼさんが、カップが熱いせいか。 袖を手のひららにずらして持ち上げている持ち手のついていないカップにしたのはわざとだ。アーゼさんはカップから上がる湯気に顔を寄せて香りを楽しんでいる。ああ、カップになりたい。やけどしないように、ふうふうと息を吹きかけ、やりすぎて目を回している。相変わらず、かわいい人だ。うう、苦すぎて飲めない。おこちゃまね。この苦さがコーヒーの醍醐味じゃない。涙目のアーゼさんを十分堪能してから、 飲みやすく薄めたコーヒーに砂糖とミルクをたっぷり入れて出してやる。食事前なのでお茶受けを出さなかったが、新しいコーヒーは口にあったようで、これなら飲めますと言って嬉しそうに飲んでいた。こ、これが女子力53万か。あーぜ恐ろしい子。ありさはありさで、何を言っている。食後にチョコパフェを出したのだが、なぜか一部で不評だった。ちゃんと、そこにコーンフレークを敷いて、その上にバニラアイスをのせ、最後に、 たっぷりの生クリームとチョコソース、それに、板チョコとカットバナナを刺してある。く夢にまで見たチョコパフェがあるのに食べられない。これがヒロアキの罠か。せっかくなので、キャラメを孔明にしてみた。残念ながら、アリサは気がつかなかったようで、リアクションは返ってこなかった。うまうま。苦甘。ちょっと苦くて、甘くて、舌の冷たいのが、冷たくてもう最高なのです。 落ち着けポチ。ナナやリサは、完食していたが、甘いとしか感想が返ってこなかった。タマとミーヤは、短めの感想を口にした後は、美味しそうに食べている。ルルは試作時に食べていたので、今更の感想はない。夕飯を食べ過ぎたアリサだけが、チョコパフェを前にうなっている。ちゃんと、食事前に、デザートがあるから食べ過ぎないように言ったのに、肉料理、魚料理、野菜料理をフルコンプするからだ。それでも、 一口でギブアップして涙目になったアリサがかわいそうだったので明日の朝にまた作ってあげると言ってカフェの処分はコシタンタンとこちらを伺っていた羽妖精たちに任せた俺はコーヒーを飲みながらお茶受けにチョコをかじるちょっとビターすぎる粉っぽいチョコの味が口に広がるバレンタインの時期にしかお目にかからないようなテンパリングに失敗した手作りチョコみたいだやっぱりもっと量が必要だねバニラの甘い香りと チョコレートの素敵な香りに包まれてボルエナンの夜は更けていったご視聴ありがとうございますそれじゃね